皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます。中根由紀です。今日顔ちゃんとされてますね。いや毎日ちゃんとしてますけど。いつもね、あのマッキーで描いたみたいなすごいざっくりな感じがどんな顔ですかそれ。してましたけど、ヘノヘノモヘジじゃないんだから。あ、ちゃんと顔してんなっていうか、穏やかな顔してんなと思いました。穏やかでございます。、はい、心も穏やかですよ。いいことですね。何ですか自分で言っといて。昨日さ、はいはい、むちゃくちゃ寒かったの。寒かったです。もう風がさ強かったですよね。むちゃくちゃ強くて、でウォーキングするのに、はい、河川敷歩いてたら、うん、もう家に帰れないんじゃないか。もう逆風で確かに持っていかれるって思いながらね。確かに。ただでさえ世の中逆風で歩いてるからさ、もういやいやいや車内でも車外でもさ逆風ばっかだけど、この逆風慣れしている俺でもこの逆風はしんどいってぐらいの風が。そりゃ相当強いですね。寒かった。だから昨日が、うん、多分ウォーキング始めて一番寒いぐらい。おお、はい、風の強さがあったから、確かに空気が冷たい日はあっても、うん、風がなかったら、まあ、そんなに寒いって感じることはないですけど、はいはい、昨日の風は本当に強かったですよね。胸んとこに糸つけられたら上がったぜ絶対。バーって上に向かって。こうですか。間違いない。浮いてましたか。私は自転車に乗っていましたが、自転車ごと上がるのかな。ET みたいな。満月の前をさーっていきますみたいに。やりたいな。上がりますよ絶対あれは。あれはね、うん、私も相当な勢いで前かがみで漕いでましたから、うん、風の抵抗を受けまいとめちゃくちゃ頭を前に倒して、はいはい、いや強い強い強いって思いながら、もう競輪の選手みたいな。そう、ね、最後の一瞬ジャンが鳴りましたみたいな。カラ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 ってもうシャーってもう最後の最終集みたいな。ギリギリのラインみたいなところを攻めてくるって、はい、いやもうぐらいの勢いやった。どんな寒くても、うん、外出たらね、うん、あー気持ちいいなと思うの、うんうんうん、であやっぱその冷たいけど寒いけど、うん、出てよかったなと思うの、うん、いやーとかってちょっと開放感があると。昨日ばかりは出るんじゃなかった。いやでも全うしなきゃいけないとかって思って、でマッサージを自分で帰ってからもうガキッコキになってるからさ、はいはい固まっちゃいますよね。お風呂入った後に、うん、そういえば俺さマッサージ機買ってたと思って。おあのハンディタイプの。いいので56年78年前ぐらいにドン・キホーテで買ったの。ドン・キホーテで、うん、でドン・キホーテで、はい、電動のマッサージなの、ハンディタイプの、うん、それ買った時に一瞬レジの人が俺の顔、うん、電動マッサージ、俺の顔って見てニヤって笑ったの。俺エッチなことに使わないからねとかって。いやいやいやすごい思ったの。どういうものか分かりませんか。俺マッサージ俺って見てニヤって笑った。違うからね、ちゃんとマッサージに使うんだからねと思ったの。いやそれは思い込み。お前なんか違うこと考えたじゃろ。そんなことないと思いますよレジの方は。横山さんもお疲れなんですね。でご苦労様ですかもしれない。すごい良かったの。ええ、だけど全然使ってないことを思い出してあったよねマッサージ機と思って、うん、で引っ張り出してきたの、うん、引っ張り出してきて、はいはい、で電源入れて、ええ、ブーってやったの、はい、信じられないぐらい気持ちいい。わーいいな。だってもう肩と、ええ、肩の、まあ、肩甲骨の裏の、うんうん、ちょっと鳥だったらこう羽ばたくとこ、こう可動域のところ、分かります。あそこに当てたら、ねええ、もうあそこに当てただけでチンチンまで気持ちいいの。もうなんかもう振動がすごいの。体全体が安らぐ感じなんですね。ツボなんでしょうね。ツボツボ。ねえ。それでいろんなところをさ、ハンディタイプだから、うんうん、大きさにしたら30センチから40センチぐらい。うんうんうん、でちょっとだけあの猫の手みたいな。はいはい。L字型してんの。ええ。でその猫の手の先っちょみたいなところをこう当てがうとちょうど自分でもいろんなところに移動できるようになってる。はい。
で電動で叩いてくれるみたいな。いい最高。もうチンチンが一番やってでも一番気持ちいいんだけど多分。そうやって使わないからねってレジの人に自分で言ってるんじゃないですか一番誰もそこ触れてないのにそう思われたいのっていうくらい気持ちよかったあいいですね自分で届かないところを、うんうん、そういう機械だでも、はい、自分でちゃんとケアができるっていうのがやっぱ理想じゃないですか、うんうんうん、もちろん人にやってもらうのもいいんですけど、はいはいはい、お金もかかってしまうし、うん、今は接触とかもいろいろあるし、はい、お家でテレビ見ながらですとか、うん、そういう時にガガ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 最高ですよ。いやだから今日もし万が一また、はい、昨日の夜みたいに寒くても、うんうんうん、思い切って外出ようと思って、はい、だって俺には帰ってからマッサージ機かと思ってでこれがさ意外なとこが気持ちいいの、はい、あの例えばさ右の顎の、うん、まあ、首と顎のとこ、はいはい、ちょうどボクシングでアッパーカット食らうところ、うんうん、あそこに当てがったりとかすると普段全然、うん、あそうですね、揉めてないとことかに当てると、はい、うわなんかこここんな効くんだとかここゴリッゴリしてんなとか確かに思うの、うんうんうん、頭の方までなんかすごいそうガーッて脳みそまでガーッシェイクされるシェイクシェイクブッキーダムーな騒ぎみたいなブルー胸まで騒いじゃったもうとんでもないことになる。いいですね。あ気持ちあれはいい。 いいですね一日頑張ろうって思いますね。3000円ぐらいで買ったはずの2980円とか、うん、そのぐらいなの、うん、あこんなに人を幸せにするんだと思ったねいいな単純単純だってもうやりだしたらさ俺気がついたら1時間ぐらいやってたのここ当てここ当てここもやってで太もも当てたりとかさ、うんうんうん、もうずっとでたまにちょっと股間にやったりとかしてやっぱ使ってるじゃんそっち持ってこう使ってるじゃん恥ずかしい自分で言っとるとかって本当ですよ。やめて恥ずかしい感じはないで2,3,000円でそんだけ気持ちよくなれたらそれは良かったですよ。しかも 2,3,000円でこんなネタできたらもう十分だわと思って本当ですよいやでもあえて家の中にあるもんとかで、うん、その時は気持ちが乗って買ったものがあるじゃん、うん、だけどすぐにみんな飽きちゃうから、はい、使ってないものとかあるじゃん、うん、でそうですね、引っ張り出してくると例えばバランスボールとかさ、はい、ヨガマットとかさ、うん、あとなんか家で自転車漕ぐのとか、はいはいはい、あと腹筋するのとか ありますね、あとぶら下がり健康器とかほとんどハンガーかかってますみたいな確かになんかあるじゃん、ああいうのが洗濯物かかってるああいうのをたまにこういう時期だからねと思ってやってみると、うん、意外とその時に戻るよね。そうですね、気持ちが。そうなんですよね、いろんなものあるんですけど私キッチンからうまかっちゃん出てきたんですよキッチンからそれはうまかっちゃんの職人がいらっしゃったってこと。いやいやいや、うまかっちゃんっていう博多の豚骨ラーメンなんですけど、ね、はいはい、大好きで、はいはい、なんかのタイミングで多分いつか食べようと思って、はいはいはい、宝物みたいに取ってそうそうそう、ずっと取ってたのが出てきて、はあ、賞味期限はまあ、まあ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 と思いながらも久々に食べようと思って、うまかっちゃうまいよね、うまかっちゃうまかった、うまいよね、最高でした。うまかっちゃんが、はい、販売され始めた頃、うん、覚えてるもんね。あ、そうなんですか、うん、始まりを知ってるんですね。とんでもないうまいのが出たと思ったよ。え、何年前になるんだろう。ね、高校生とか俺が中学生だ、でも大学生の時はもうがっつり食ってたからね。30年以上前だ。だって大学生の時は1985年とかぐらいの時にみんなで集まってうまかっちゃんパーティーとかやってたのね、でみんながうちに来てうまかっちゃん持ってきて、うちにあるラーメンとかも全部出してきて、はい、いろんなラーメンを混ぜて食うっていう。せっかく持ってきたのに。醤油ラーメンとか、味噌ラーメンとか、はい、うまかっちゃんとか、うん、塩ラーメンとか、うん、あるじゃん、うんうん、あれ大きい鍋で全部入れて、全部入れてみてどんな味がするかっていうのをよくドリンクバーでいろんなドリンクを混ぜるみたいな。そうそうそう、でみんな茶碗にそれ少しずつ取って、で食べてた。美味しかったんですか。美味しい時もあった。あとでも楽しかったああ、まあそうですね、はいはい、パーティーっていう感じですよね。そうラーメンパーティーなそうなんですよ。やっぱでもお鍋ね、はい、食べたくなります。ほうほう。片言の広島弁さんからは、昨日仕事で行った庄原は雪が降っていて
心底寒かったので、うん、晩ご飯は残っていたキムチ鍋にうどんを入れキムチ鍋うどんにしました。あ、いいね。キムチ鍋にネギと生姜とエビとホタテを足して、うん、うどんを入れた上に溶き卵を落として蓋をしてグツグツ、はい、あっという間に家族のお腹の中に消えていきました、うん、とっても温かかったです。最近鍋メニューが増えている気がします。あ、でも鍋メニューも、うん、その手抜き料理みたいに言われるけど、うん、はい、今その青物野菜が高かったりとかするから意外と高級なんだよねと思うよね。お野菜たっぷり入れられますからね。そうなんですよ。あれ気がついたらさ、子供の頃は肉から取ってたけど、はい、うん、どんどん白菜ばっかり食うようになってそうもう白菜だけあればいいんだよねと思って白菜ばっかり入れるから、うん、逆に高いわって思われる、ね、確かに。そしてスープがもう薄まる薄まるそうそうそうあれってお肉の味がどんどん薄くなっちゃうんですよねいやでもやっぱこの時期は鍋だね。鍋です。鍋、はい、そうです。あとはね、はい、それこそ寒かったですって言って、うん、ミケの姉ちゃん、はい、昨日は台風かと思うぐらいの強風でした。でしたね、トマトハウスが高台にあり、うん、海風をまともに受けていて、はい、ハウスの端っこで作業していた私はハウスごと飛ばされていくんじゃないかと恐ろしかったです。で夕方4時ぐらいの帰りの時間は潮が引いていたので堤防越しに海水を浴びなくてよかったです。ああそうか、確かに満潮の時とかバーって風が来ると、うん、もう水浴びるみたいな。そうです、ね、海水浴びて帰るんだ、うん、風が全部持ってきちゃうみたいな感じですよね。あの寒い時に一人だけ夏みたいな状況だったからバッサーユイバッサー水浴びしてるわけじゃん。パイナップル食べながら。いやいや、どこの人ですか全体場所間違ってますよねいやでもそれぐらいの風でしたよね。うん、そうだった。ビニールハウスも確かに心配になりますね。それはいや、そりゃ飛ぶわってぐらいの風だったよね。あとおかげさまさまからも、はい、今朝は冷え込みがすごいですね。今朝の熊野町、はい、気温マイナス3度。お、凍っていた車のフロントグラスにぬるま湯をかけても全くすぐ凍ってしまうという様、うん、こんな寒い日も午前様様を聞いて笑って心をポカポカと温めたいと思います。今日も楽しい放送どうぞよろしくお願いします、ね。先週まではちょっと暖かかったですね、うん、はいはいはい、13度とか、うん、2桁でしたけど。そうだった、ね、なんか今週になって急に寒くなりましたよね、はい、でしかもこの週末、うんうんうん、もっとグッと下がるんでしょ。そうみたいですね、はいはい、寒いともうだって明日節分だよ。そうですよ。だって鬼は裸で来るからだちょっと入れてあげたいよねあーって来るけど裸ですよね。あ、ちょ、本当はそうなんです。その上豆をぶつけられるっていう赤い点ばっかりつきそうですよね。気の毒だよねかわいそうに。どうぞ中にっつって言って、キムチ鍋でもおーって言うね。鬼と仲良くなっちゃう。恵方は今年こっちですからあっち見て食べてください。いや俺がおる俺がおるとかって言いながら俺本人がおるおるとかっておーいいとかって二人でなんで仲良くなってるんですかそんな家庭ないでちょっと飲み過ぎて気分がなくて自分が青くなって青鬼になったねとかって言われておえーとかって言いながら嫌ですよ。なんかおえー赤鬼と青鬼になっちゃったねとかってなんで鬼2匹もいるんですか家にどっから来た鬼の家の節分鬼は外じゃないよとかって言いながら投げる。鬼はうちどうなんですかこれ意味あるのかないやでも節分になると、はい、ほら季節を分けるから、うん、だから次の日春じゃない。はいはい、そうですね。立春じゃない。立春から寒くなるからね。そうですよね。普通はまあ暦上はっていう感じですよね、はい、そうだね、うん、だって昨日だっけな、昨日は広くアジアでは旧正月、はい、あ、はい、だからいろんなお正月の行事が本当はあるはずだったけど、うん、コロナでなかなか他の国もアジア圏もできないっていうことで、うん、あんまり派手にはやってないけど、それ考えると昔の暦とかで言うとちょっとずれてるよね今とって考えるとね、うん、そうですね。気候がどんどんずれていったんですかね、うん、そうだね、うん、でもお家でねにぎやかにするのはね、はいはい、いいなと思いますが、ストレートマンさんからは、最近僕の父はケーキ作りにハマっています。
オーブンを使って作るバスク風チーズケーキや、うん、ガトーショコラなどちょっと凝ったものばかりなんです、はい、以前なら作りすぎと思っていましたが、最近は外出しにくい日々の中で食べられる美味しいスイーツがとてもありがたく思えてきました、はい、すごいですね。へえ、何歳だろう。うちの父がケーキ作りを始めました。このストレートマンさんは29歳だそうです、うん、ってことは50とか60とかだよね。そうですね、私が同じぐらいなので、うん、親がだから今年還暦だったんで、はいはいはい、それぐらいでしょうね。50後半とか。そうだね、60前後かな。だから俺とあんま変わんないってことだよね。そうですね。だからどんなきっかけでケーキを作ろうと思うんだろうねそうですね、確かにきっかけなんだったんだろう。きっかけが知りたいよね。ねえ、もともとスイーツ好きな方なのか、うん、なんかお食事に行った時のケーキがすごい美味しかったとか、はい、うん、だったらもうそこで買えばいいよね美味しいとこ見つけたんだったら、まあね、もうそこで買い続ければいいだけのことだよね。どんなに頑張ってもそこのようなケーキは作れないですからねだってうちのさ、はい、母企業がさ、親父が死ぬ前に、うん、スーツのポケットにチーズケーキ2個、はい、コーヒー2個っていうレシートがあったっつって、うんうん、あんたお父さんはチーズケーキは食べたことがねえわっつって、あんた外でチーズケーキを食べちゃう、あれ女よっつってもずっと言ってたけど、いまだに言うんだよお父さんは死ぬ前にチーズケーキを2つ食べちゃったからねっつっていまだに言うけどさそりゃ外行ったらたまには食べようかってこともあるよっつって、うん、家であんた一切 手出さんかったよっつって、チーズケーキとこんなに手出した違いがあってそんな言ってたけどさ、そんな親父とかでも家帰ってチーズケーキを作ろうかとは言わないわけじゃん。ああ、そうです ね、ちょっと恥ずかしさもあるのかな。どうなんだろうね。なんかどうだろう、スイーツ今でこそね、結構男性もスイーツ好きな方もちろん多いと思うんですけど、昔、今はスイーツ男子っていう言葉があるほど、そんなに恥ずかしいことでも何でもないと思うんですけど、はい、昔はもしかしたらあったかもしれないですね。あったかもね。なんかこう喫茶店入って、うん、チョコレートパフェって言いにくかったよね、うん、今なんか言われても、あ、お好きなんですかで済みそうだよね、うん、むしろすごい好印象というか、あ、素敵ですね、一緒に食べられるなって思ったりもします。あ、でもあれだったよね、昨日爆笑問題カーボーイ聞いてたら、うん、太田さん田中さんが2人で食堂車、新幹線昔あった、はい、でご飯食べてたら、ちょっとあなたたちつって言って、うん、子供なのにって言って、うん、でいやもう大人だよもう20代30代だよっていう話してたら、目の前で田中さんがクリームなんだっけ、メロンソーダ飲んでたっつって、それで子供だと思われたっつって、あるよねそういうこと思ってなんかメロンソーダ、大人なのにメロンソーダ飲むのみたいな何が悪いのって言いたくなっちゃうけど喫茶店といえばメロンソーダみたいな そうだね、あのアイスクリームが乗ったね。そうだ、あのアイスクリームをさ、はい、先に多少食べてしまわないと、うんうんうん、興奮してアイスクリームをジューってジュースの中に入れると、ブワーって泡がブワーって出るんだよね、はい、あの炭酸がね、こう上にこう弾けてくる感じありますみんな経験したよねあの色は子供たちを魅了するよね、うん、真緑真緑これぞ緑っていう、体悪そうでしょーってもうアピールしてるよね。あれ以上緑の飲み物見たことない。これ飲んだらね、ベロがこの色になるからねっていうそのままかき氷にかけられそうなぐらいですよね。あれ魅力的だったよね。あります。いや、じゃあ今日はメロンソーダのような魅力的な放送を目指してお送りしようと思う。午前様様、今日は寒さの中、2月2日、ニコニコ、はい、笑う日です。おお、はい、夫婦の日。あ、夫婦の日か。違う？でも夫婦ですもんね。あのね、手島さんが今ね、あれ2月2日何の日だったっけ？今日は何の日男？ツインテールの日。あ、なるほど。あ、それでセーラームーンなんだ今日は。ああ、俺が可愛い分だ。今日の午前様カレンダー俺が可愛い分だ、カチューシャをねつけてセーラームーンのこの耳とね、ああ一番365日で俺らしい写真本当にこれが一番横山さんらしいんですかそういえば昨日爆笑問題カーボーイでさ、はいはい、ハンバーグ、うん、ハンバーガーを買って、はい、ナゲットを買った時に、うんうん、マスタードソースを食べるやつはいはマスタードを強調するっ
バーベキューを否定してマスタードを強調するっていう話を、はいはいはい、田中さんがしてたら太田さんが真っ先に、あ、それ横山っていや俺どんなイメージ言われちゃったって、俺ナゲットのマスタードを主張してるってイメージが俺にあるのかと思ってそうでしたね、恥ずかしかった。確かに横山さんマスタード派だったかもとは思いました。はい、ちょうどその時全裸で股間にマッサージ機してた時だから恥ずかしいと思いながら違う振動がブルブルっと震えましたね。ブルブルっときたよねさあさあ、はい、それではブルブルっとくる放送を目指してお送りします午前様様今日のメニューです、はい、10時20分頃からは頼もうざっくり道場、気になる言葉の意味や解釈を大まかにまとめてみようというお便りコーナー今週のお題はスポーツです。はい、ということで昨日爆笑問題太田くんが再び参戦ということでしたけど、はい、いやースポーツもうすぐあれね、北京ダッカー、ちょっと北京オリンピックだね。そうですね。いやでもほら北京ダッカー、いやいや北京オリンピックでちょっと日本のね選手がどのぐらいメダル取るか、いや本当北京ダック、いやいや北京オリンピック本当楽しみ、いやお前北京ダック食いてんだろって、オリンピック絶対楽しみじゃないでしょそれそっちが出てくるんだよ先に美味しいからねというざっくりはスポーツでお送りします。はいはい。そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週は明かりの話をテーマにお送りしています。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様水曜日、では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。クイズの正解者の中から抽選でお一人の方にパーソナリティ6人の顔写真をモチーフにした午前様様手ぬぐい第3弾をプレゼントいたします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ明かりの話にちなんで、今日は中根行き問題です。小さい頃からずっと大好きなパン屋さんがありまして、家族でずっと通ってたんですよ。福岡にあるんですけど、うん、特にごまパンが美味しくて。個人店なの？多分チェーンなんですけど、うん、でもそんなに多くはない。福岡だけなのかな、九州だけなのかな、うん、っていうお店です。はいはいはい。でそのパン屋さんがカフェを併設していまして、うんうん、食べイートインのスペースもあって、はい、ちょっとこう明るいこうランチとかっていうよりは、まあランチもあるんですけど、うん、ちょっとこうヌーディーな感じわかります？暗い、どういうことですか？暗い感じです。なんかこう明るいサンドイッチを食べますみたいな。いらっしゃいませ焼きたてのパンをどうぞっつって、はいどうぞっつって美味しいですよ。いや暗いなここそういう暗さじゃなくて、あーどうもいらっしゃいませ、ちょっとすいません、ちょっと椅子座ったまにすいません本当つって、暗いなここのパン屋さんつって今にも潰れそうなところとかじゃない、どちらかこう明るいパーッとした感じの白を基調にしたカフェとかじゃなくって、うんうん、どちらかというと薄暗い感じのいらっしゃいませ焼きたてのパンがありますよ。いやいやいや、ちゃんと清潔感でもワインとかも飲めそうなところ、洒落てんだ、大人な感じの、うんうん、あのカフェだったんです。アダルトな感じアダルトです、はいそうですでもまあランチもやってるので、うん、よく家族でご飯も食べに行っていたんですよ、はいはい、で各テーブルにそれこそ明かりが一つずつ置いてあって、うんうん、その明かりがすごく印象に残っているんですよ。 ああいう感じね、分かった分かった、分かりますか、分かった、なんか分かった、想像イメージできました。あのビーフシチューとか食うような雰囲気だよね。そうですそうです、大きめのゴロッとしたビーフがあってそれがなんか繊維張っててなんかゴロゴロしてますみたいな繊維張ってて、ね、食べるムードだよね。そう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 、でパンをそれにつけて食べたりとか。そうですわ、ああいうとこ分かってくださいました。やっとかかった、時間分かるのによかったパン屋さんね、ちょっとねいい感じなんですけどね、暗いんですよ。いや暗いパン屋って分かんねえわ意味と思った壁は黒、なんかそう両方あるじゃないですか、おしゃれっていうと。あどうぞこれイカスミパンです。いや暗いなこれ暗いし黒いしみたいな見えないこれ黒糖パン、いや黒いのばっか出してくんのお前んとこっつっていやなんかおしゃれな本当にシチューとか出てきそうな、はいはいはい、いい感じ の, あの
あの、なんだ、カフェ。でもカフェなんですよ。うんうんうんはい、によく行っていて、机に明かりが一つ、こう、各机に置いてある。うん、あるね、そうですね、はい。その明かりがすっごく記憶に残っていました。うんうん、さて、どんな明かりで、なぜその明かりがすごく記憶に残っているんでしょうか。ね、ある日、うん、中根家がそこで、中根家の誕生日パーティーを、開いてくれて、はい、サプライズで、そのパン屋さんがケーキを、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、リアユキちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、うん、ふぅって、そっち消したかって言って、間違ってそっち消した。違うよって怒られ、すごい怒られたことがある。誕生日ケーキで。で、泣いた。って泣いて。お祝いなのに。ケーキに突っ伏したらケーキのあの真ん中をずらさないように軸が頭にガーって刺さって、おでこに未だにこう刺さった傷がある。今も？今も。ないですよ。ハリーポッターとかじゃないですから。消えない傷はないです。違う。違います。そこのパン屋さんが、食べてたら、今美味しいケーキが焼き上がりましたけど、おかわりいかがですかとかって、あ、はい、いっぱいなんかバスケットみたいなの持って、はい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 、いかがですかって持ってきて、テンションが上がりすぎていっぱい取りすぎて、必ず帰り、うえってちょっと必ずちょっとそうなんですよ。戻してた。まさに。ね、焼きたてのパンを持ってきてくださるんですよ、ね、はいはい、いかがですかって、ね、大好きで、はいはい、メインが入らなくなるぐらい美味しいパン屋さんでした。分かる、確かに。俺がよく行ってたパスタ屋さん、はい、流川界隈だって、うん、そこはさ、なんかパスタ頼むとものすごいフランスパン半分ぐらいのパンが、ほうほうほう、ドーンと出てくるの。そんなに大きいの、うん、でいや、これ食ったらもう他の食えんくなるけどってぐらい出てくんの、うん。だけど意外とパスタが来るの時間かかるから、それつまんでるうちに、ほら見て、お腹いっぱいになっちゃったって思うの。美味しいパンってほんと無限に食べられますよね。食べられるよね。しかも焼きたてって最高じゃないですか。でさ、種類を変えてくるじゃん。うん、わかる。ごまパンですとか、うんうん、くるみパンですとか。うん、なんか、なんとかロールですとか、全然違うの持ってくるじゃん。中根ナイチンゲールですみたいな感じで来るからさ、すごい魅力的って、哲学的って思っちゃう。いや、どこが哲学ですか。さあ、中根ゆきですけども、はい、子供の頃から行っているおしゃれなパン屋さん。うん、はい。がありまして、はいはい、そこにカフェが併設されていたんですけれども、うん、各机に明かりが置かれています、はい、その明かりがすごく記憶に残っていました。どんな明かりでなぜ記憶に残っているんでしょうか。皆さんからの予想をお待ちしております。すべ、はい、てのコーナーへの宛先はこちら。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300。 E メールは午前様様専用アドレス、午前アットマーク RCC.net gozen@rcc.net。車を運転中の方は必ず安全な場所に車を止めてからお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭です。当選者の発表は番組のエンディングで行います。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから、今日のあなたの運勢はユキラッキージャンキータイム。さあ、広島中のみんな、今横山さん2連勝中です。2月に入りました。意地とプライドをかけるぞ。さあ、今日は何が出るかな。ラジオの前のあなたもやってくれないと、気の抜けた顔がワイプで抜かれちゃうぞ。いや、それは恥ずかしいからやめてください。それじゃあ行くよ。準備はいいかな。おう、じゃんけん、グー。2月はアイコでのスタートとなりました。カブトムシでそのアイコじゃありません。グーでした。どうだったかな。じゃんけんに勝ったそこのあなた、ついてるね。もしかしたら節分に合わせて怖い鬼が家にやってくるかもしれないよ。よどよど。じゃんけんに負けた、もしくはアイコだったそこのあなた、残念。もしかしたら
怖い泣かね鬼が家にやってくるかもしれないよ。怖そうだな、泣かね鬼。どんな鬼なんだろう、泣かね鬼。門脇麦みたいな言い方になった。あー来る、泣かね鬼が来る。あー来た、泣かね鬼来た。泣く子はいねえか。それ生ハゲっぽいんだけど。いいか、よく聞け。お前ら人間に今日は言いたいことがある。明日俺様に豆を投げつけるなどすることはまあよかろう。いいのか。そして、あ、待って、イワシの頭を軒先に並べることはまあこれもよかろう。いいのか。ただこれだけは覚えておけ。鬼のパンツで盛り上がるだけはやめてくれ。プライバシーの問題だからな。約束だぞ。これを覚えといてくれ、忘れないでくれって言ったことだけちょっと原稿見たんで、自分が忘れ、これ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 、いわきだ、いわきだ、混ざった。先週が前編だったんだ。中根鬼でした。中根鬼。これだけは忘れないでくれって言ったけど、自分がチラッと原稿にしてなんだっけ。俺はね、忘れもしないけどね、あれ、何だったっけ、いや、忘れてんじゃないかみたいな。ね、近かったね、今。鬼のパンツで歌を歌うことだけはやめてくれ。プライバシーの。プライバシーだからな。どうでもよかった。豆は投げてもええぞ。俺、中根鬼何気に話しやすいから好き。途中で鼻水出たし。ということで、はいはい、今日も一日グッドラック。また明日ね、中根鬼。さてさて、広島市中区元町上空、そして宮島、広島空港がある本郷、はい、もうちょっと薄い雲に覆われてますね、上空ね。そうですね、はい、ひんやりとした朝を迎えてますけども、はい、今日はこの後どんなお天気でしょうか。音藤さん。はい、おはようございます。おはようございます。今日はどんなお天気になりますか。はい、この後南部ほど晴れやすく、北部はやや雲が多めとなりそうです。はい、うん、再び西高東低の冬型の気圧配置となっていて、日中は南部から青空が広がりそうです。はい、小さい雲が中心なので南部は日差しが長めとなります。天気の崩れもなさそうです。はい、北部は雪が止んでも雲が多めとなりそうです。ただ昼過ぎ以降は少しずつ雲の間から切れ間も見えてきそうです。うん、日中の最高気温が南部で10度、北部で7度と、南部は昨日と同じくらいで、北部で多少高くなりそうです。はい。ただ、この時期らしい寒さとなりそうです。うん。風がやや昨日と比べると収まるんですが、まあ、寒さが続きますので、暖かくしてお過ごしください。うん。はい。降水確率も南部で 10% から 0%、北部は 20% のうち 10% と、午後ほど安定した空模様となりそうです。はい。ただこの先寒さ寒気が徐々に強まってきそうです。冬型が続きます。うん、明日天気の崩れはないんですが、南部も日中は雲がやや多めです。明後日にかけて少しずつ日差しも少なくなって、また金曜日以降風も強まってきます。はい、合わせて日中の気温が日ごとに低くなっていきます。特にピークは週末で、南部で6度、北部で2度と、今日と比べても週末は5度ほど低くなりそうです。うん、まあ、山沿いでは週末雪もありそうなので、まだ寒さへの備えは進めておいてください。はい、これじゃあ相当覚悟しとかなきゃ週末はいけないってことですね。そうですね、今年も何回か来た寒気とかの強まった時ぐらいには冷えると思いますので、暖かくしてください。はい、わかりました。今何か目立った警報や注意報は。
はい、南部に乾燥注意報、庄原市に雪崩注意報が出ています。はい、明日は節分ですけど、うん、乙藤さんはどんな節分を過ごされるんですか？節分、一人で落花生たくさん食べたいと思います。ああ、投げたりとか自分でぶつけたりとかしないんですか？自分にぶつける行為、そんな楽しみ方はあんましないです。あ、中根鬼が来た。泣く子はいねえか。いいか、豆を俺様にぶつけることは。まあよかろう。お父君いいってよ。あ、よかったんです。あ、やった。ごめんごめん。中根さんが来た。あ、言い訳言った。たぶん明日音の陣地に中根来るからね。あ、じゃあちょっと気をつけておきます。構えておきます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしく頼む。これからガッキーを覚えていくからな。自分の武器にしてんだよ。何でもぶっ飛ばす。天気予報は音富士さんでした。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週は広島市立富山小学校の皆さんが登場。今日は4年生三田トイさんの作文、タイトルは PTC について。 PTC について富山小学校4年三田トイ、11月30日4年生の PTC がありました。これまで総合的な学習の時間で学習してきた神楽で使われている平を作りました。あと神楽団の方が来て教えてくださいました。半紙のような薄い紙を折ったり切ったりして作りました。いろいろな色があったけど、私は緑っぽい色を選びました。少し破れたところもあったけど、お母さんと一緒に作ったので、ちゃんと完成することができました。嬉しかったです。作った後、みんなで調べて作った神楽新聞について、グループごとに発表しました。私たちのグループは、神楽で使う刀について調べました。お母さんたちや神楽団の方の前で発表したので、緊張したけど、グループの友達と一緒だったので、上手に発表することができました。また、こういう経験がしたいと思いました。PTC って私の頃はなかったので。俺の時もなかった。でもいいですね。お母さんと、で、他のお友達のお母さんとかとも一緒に作業したりだとか、うん、発表会したりだとか、なんかいい授業だなって思いましたね。なんか多分年配の方、俺らも含めて、PTA なら知っとるけど PTC は知らんわーって言うかもしれないけど、P がペアレンツ、保護者、はい、で T がティーチャー、先生で、 C がミスターチルドレンってことで。違います。違います。ミスターいらない。あ、ごめんなさい、ちょっとチルドレン、はい、児童ですね、はい、で PTC、 はい、らしいんですよ。保護者と児童、先生が一緒にレクレーションなど活動することっていうことなんですが、ねえ、まあ、神楽っていうとね、やっぱ広島ならではだなと思いますし、はいはいはい、そういった勉強を先生とはもちろんね、普段からやってるでしょうけれども、お母さんととかお父さんと一緒に、はい、お友達のお母さんと一緒にっていう学べるっていうのは親にとっても良さそうですね。そうだね、だ地元の文化とか伝統を学びながら、それに保護者の方と先生と自分がいてみたいになったら、それこそかけがえのないものをその時間に得られそうだなとか、はい、お家でもねお話ができたりとかしますもんね、そうだね、ということで今週は広島市立富山小学校の皆さん、今日は4年生の三田トイさん、タイトルは PTC についてでした。さあ明日です。明日は3年生登場、新中蒼太くんの作文です。どうぞお楽しみに。御前様会議。このコーナーは住まいと暮らしのホームセンター UFO の提供でお送りします。さあ今週は
あかりの話でお送りしていますが、はい、こちらはマリテンさんからです、うん、あかりの話ですが、電球を全部消さないと寝られないという方がいらっしゃいますが、うん、僕は必ずテレビをつけたままその明かりがないと寝られません。昨日もいらっしゃってましたか。ああ、結構いらっしゃるんですかね、うんうんうん、それから豆電球が苦手なんです。それは子供の頃豆電球を見ながら寝ていたら、うん、今思えば催眠術みたいな感じに入ったのか、はい、寝ぼけたのか取りつかれたようになり、狐みたいに夜中に動き回り冷蔵庫を開けておしっこをしてしまいました。ほうほう、半分くらいは意識があったので今でも覚えていて、うん、豆電球では寝られません。不思議な話ですが本当なんです。ああ、そうですか。あの、申し訳ないけど、なんか俺に何か求められたら俺相当悪いこと言うよ。やめよう。いやでも、うん、豆電球は豆電球より嫌な思い出にできるよ俺。この話だった。やめて、次行こう。脳天親父さんです。はいはい。スマホのライト機能がありますが、うん、スマホ初心者の頃若い子が懐中電灯代わりに使っているのを見ていいなと思い、はい、自分もやってみるのですがなかなかボタンがわからずうーんとなることがよくありました、うん、他にも便利な機能がたくさんあるんでしょうけれどもなかなか使いこなせてませんよねって。あ、便利すぎて使えないよね。ありますよね。俺だから今さ、中根が、はい、中根鬼をやった時に、うん、俺動画撮らなきゃいけないじゃん。いや取らなきゃって。で、あれ俺の役割ですもんね。多分午前さんは2時間40分の中の一番大事な仕事なんだ、ありがとうございます。もうトークとかどうでもいいの、あれさえ取っておけばもう。いや、よくない、横山さん本当頑張りましたねって。ラジオですから、これすごいみんな褒めてくれるの。トークなんかどうでもいいんですよ横山さんつって。動画さえ撮ればつって演芸場でね、今中根さんがまあまあ儲けるからって。そうなんですよね、収入がわずかながらあるっていう。あれで金なんだからなとかって思うけど、あれをさ、動画を撮るじゃない、うん、で一応動作確認みたいなの一周するのよ。はいはい。怖いじゃない、そのビデオになってかなとか。ああ、で写真のままにさ、うん、最初シャカシャカって、あ、いやいや、ビデオビデオとかって思って慌てて、え、押した、押した、待って、押して、もう一回興奮して、もう一回押すと止まるんだよねって、こう。あのさ、子供の頃さ、はい、その運動会とか撮らなきゃいけない、はい、子供のこととかで、ね、会った時に、ずっとさ、持って歩いてるままの映像が、ここをレック押して、で、じゃあ撮りましょうってなった時に、ポーズを押すみたいな。はい。全部が真逆になってることとか。逆レックって言いますもんね。そうなんですよ。ああいうのがあるから怖いじゃない。大事なところ撮れてないっていうのを、めちゃくちゃ怒った記憶あります。さあ見ようかって言ったら、なんか、ゆきはもうすぐあれかな、何番目で走るって言ってたお母さん。あ、で、翔子が、ね、多分ね、プログラムで言うと3組ぐらいのとこだと思うけど、あ、そうか。お、来た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 、ピッ、あ、なくなった、みたいな。逆逆、全部が逆になってんだよって、録画があって。誰しもやりますよね。そうなんですよ。あれがさ、携帯が今さ、うん、例えば写真撮るじゃない。はい。そうすると、あの、ほら、ちょっとだけ動く。動いてからピッて止まる分。はい。ライブ。ライブで撮影ありますね。あれを解除したいので。もうできますよ。で、でも押すじゃん、うん、だどれがライブのを解除したボタンなのかが分かんないとか、はい、ほうほうほう、あと暗いところで、うん、例えば月と俺月と俺いいですね、を撮りたい、はい、ってなるじゃん。でピッと押したらさ、勝手にタイマーみたいにさ、うんうんうん、ジーみたいになって、それは最新の機種なんですよ。シャッターが降りないの。うん、だから俺これ映ってんのかな、映って、って、あ、今映ったみたいな、なんか、わかんない使い方が。最近のカメラはもう性能が上がってるので、うんうん、ナイトモードに勝手になるんですよ。はいはいはい。だからちょっと、じーっとしとかないと、ちょっとブレた感じになっちゃう。そう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 。あれ撮れてない、これ映ったんかな、いや待って待って、どっちって思ったところが、シャカッ、もう、全然撮れませんってなるの。機能がいろいろありすぎて。覚えてください、それは。こっちが慣れなきゃいけないのか。夜はじっとする。あちゃっす。めんどくせえ。夜は動いちゃダメ。そうなんだよ。なんか分かるわ気持ち。全然使えないの。尾道のカーブ坊やさんから、はい、今日2月2日は私の43歳の誕生日です。そう。うん。
毎年私の誕生日には母親が私の大好きな赤飯を炊いて祝ってくれています、うん、実家暮らしの私ですが毎日家事をしてくれている母親には感謝しかありません、はい、毎年誕生日が来ると1年があっという間に過ぎていくなぁとつくづく感じます。うん、43歳、うん、もう気がついたら多分53歳の誕生日とかなってるよ。あっという間に気がついたらもう63歳、うん、気がついたらあれこれ缶オケじゃないみたいな感じで。いや勝手に早送りしないでください。人の人生を。あらららら、白、なんか、ウェディングドレス着てもらったら白装束じゃん、これ。待って、これ缶オケじゃない、ちょっと、扉を、ほら、みんなが見とるもん、缶オケじゃんわ、やっぱり、みたいな。早かった、人生、みたいな。いや、飛ばしすぎ。それは。あっち、燃やされてない、みたいな。いや、生きてる。塩コショウ振りかけられてないみたいな。最後まで美味しくしてもらおうじゃないですか。レアじゃない、ちょっとこんがりやってお願いみたいな。ダメです。それから93キロのプッコラさんからは、はい、今朝7時ぐらいの通勤中、小学生の集団登校を見かけたんですが、はい、この朝の寒い時間でも半ズボンの男子、うんうん、そして生足にスカートの女子も数人いました、はい、これは彼らの意思なんだろうか、それとも親の意思なのか、寒いのに頑張ってるなと感心。、はい、とにかく僕には信じがたい光景でしたと、うん、いやだって俺ら子供の頃さ、寒風摩擦とかやらされてたもんね、うん、あれは子供の意思だって学校の意思だったよね。そうです。タオルでゴシゴシやる、いや寒いわって思ってたんだけど学校の意思だったよね。ニュースです。午前様様、当たり前だけど、はい、寒いね。、うん、ですね、うん、なんか空もすごく高く見えません？はい、そうだね、ね、空気が冷たいんだろうなっていう冬空、うん、ね、うん、なんかあの背骨の側、うん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 、みたいなところから冷えるね。なあ、もう芯から冷えるとはこのことっていうぐらい、うんうんうん、あのちょうど鍋とかにしてがっつり骨が入ってたらそこのところの周りをこうゼリー状になってって食べるようなところ、あの辺がもうキーンってこう冷えるね。そんなシーンあります？鍋に入ってる骨、あのキーンとかもゼリー状になってるとこ、分かるけど、ここが一番うまいんだよ。そうコラーゲンね、うん、あと必ずさ、あの魚がお頭付きで焼かれて出てくると目の裏食え、目の裏が一番うまいって言って、いや気持ち悪いんだよそこっつって言われてた、うん、でもなんか進まなかったです。そう、あのなんかゼリー状とかキュッてこうやって、おばあちゃんとか食べるんですよね。そう、ね、うわっくしょ、目玉親父食ったよみたいな感じに思ってたよね。来たろ、おい来たろ、こんじゃねえよこんじゃねえ、おい来たろ。嫌だったなあれ、勧められるの。いやいや、でもまあ元気が一番だなと思いますけれども、はいはい、こちらはカイトのパパちゃんさんから、はい、今朝午前様会議のメールを送ろうとスマホを開くと、うん、子供の保育園からメールが届いていることに気がついて見てみますと、はい、どうやら長女のクラスでコロナ陽性者が出たようです。ほう、当然長女は濃厚接触者で PCR 検査を受けることとなり、うん、次女も休園となるため私たち夫婦も仕事を休むことになりました、はい、妻とどうしよう、とりあえず職場に連絡せんと、と慌て、うん、あ、そういえばあの仕事まだやってないなど、いろいろと頭を巡らせました、はい、職場に連絡する時も申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが、電話を終えるとなんだか気持ちも落ち着き、うん、だんだんと考えてもしょうがないわ、誰が悪いわけでもないんじゃし、うん、なるようにしかならんわ、仕事だって誰かが代わりにしてくれるんよと思えるようになりました、はい、妻ともこの際普段できないことをやろうということになり、うん、あまりできていないところの掃除や普段なかなか遊んであげられない子供たちとも家の中で感染対策を続けながらゆっくり過ごそうと思います、うん、思いがけない形で御前様様をリアルタイムで拝聴できることになりましたが、はい、気持ちを切り替えて存分に楽しみたいと思いますと。お、でもあれだね、うん、御前様会議の時にメールをもらったわけでしょ、はい、そうみたいですね。会議でメール送ろうと思ったら、うん、スマホに幼稚園から保育園からメールが届いたと。ってことはわずか30分ぐらいの間じゃん今の。そうですね、出来事、えらい夫婦で喋ったね。あ、陽性だったよって濃厚接触者になったね娘がって言って、うんうん、じゃあ普段できないことを夫婦でやろうか、部屋の掃除をしたりとか、そう
午前様を楽しんだりとかって、うん、えらいこの30分ぐらいの間に有意義な時間を過ごしたね。仲がよろしいんでしょうね。そうだね。ええー。いや、でもそう、いきなりですから、びっくりしますよね。そうだね。すごいいろんなことを一気に考える気がします。俺は、うん、その、子供が小さい頃に、保育園からさ、うん、熱出ましたとかって、迎えに来てくださいって言われた時に、うん、俺も、うちに住まう女の人、なんかずっと住んでんのね。その人がもう両方とも動けない時に、しょうがなく、お母さんごめん、ちょっと広島に来てっつって一回来てもらったことが、飛行機、宮崎から、うん、でまたその時母今日も元気だったから、分かった分かったっつって、はい、飛行機だわ、出してくるってねって、いや、どんげしようかねみたいなお母さんが出してくれたら助かるけどって、あんたが出しなさい、そんぐらいは、みたいなこと言われて、来てもらって、一週間ぐらいずっといてもらったことが、だからもう、しょうがもう誰も見てくれない。そりゃそうですね。っていうとこあったよね。でもまあ、そういうことがきっかけでね、ちょっと一週間ぐらい広島でゆっくりできるっていうお母様もね。そうだね。そん時はね。大変だけど、まあよかったかもしれない。今はほら、コロナだからさ。そうですよ。そう。だから、移しちゃいけないから。その濃厚接触者ですよ、じゃあうちの子供ちょっと見てもらえないですかっていうことが頼めないじゃない、うん、そうなんですよね、はい、今お子さんがね広がってるからまた大変ですよね、うん、大変だよ家庭でね、うん、親同士もだけど子供から親もあるし、はい、親から子もあるだろうし、もうだって今東京のテレビちゃんとやってる番組ないよね、ないです、ね、生放送、ほとんど司会者とか関係者とかがなっている、もしくは濃厚接触みたいなので、もうほとんどちゃんとやってないよね。なんかテレビの中に画面があって、その中に人がいるっていう、うんうんうん、なんか不思議な、はい、なんか鏡に鏡を映してるみたいな、うん。だってこの間、安住くんとかって家からやってたでしょ？そうです、そうです。はい、ありました。そこまでするもんかねと思うよね。逆に。だから濃厚接触者ってことは病気の可能性があるわけでしょ？まあ一応そうですね、ウイルスを持っている可能性があるっていう。に、その人に、でも今元気じゃけ出てねって言うわけじゃん、まあまあ、家から、はい、まあ陽性ではないからっていうことですよね、うんうんうん、ね、うん、でそう考えるともうちょっと緩やかでいいよねって思う、だから、うん、こうやって、はい、もうこういう時期だからしょうがないよね、誰が悪いわけでもないからさっていうことの方が、うん、いやいやもう仕事が仕事がってやっぱちょっと思うじゃない、そうです、ね、俺たちも、だけどしょうがないから、うん、もうだってさ、変な話、広島中の人に言いたい、俺もそうだけど、うん、あなたたちが一人いなくなってもそんな困らないそうです、ね、自分が思ってる責任感ほどそんなない、うんうん、だから大丈夫だってアニヤさんでも大丈夫だアニヤさんだってあの後木曜日にもね先週来られてましたもん、手島にこれをって言って手島にって言ってずっと手島って言い続けるんだけどさ濁ってる。アニヤさんから濁って見えるんだろうね、やっぱね。そうです。これをつって持ってきた、お酒持ってきたの。お酒だったんですか。うん、はあらまあ。申し訳ない。手島もちゃんとやれよ。手島が余計なこと言うから。ね、先週の水曜日の朝にアニヤさんが、うん、あのその前の週に、はい、コロナになっていたから休んで代わり入ってくれてありがとうねっていう気持ちで、はい、心ばかりの。って書いた、いやでも素敵な、本当にむちゃくちゃ高級なものだったよ、はい、すごく申し訳なくもなりました、申し訳なかった、それを一人ずつくださった、はいはい、それを手島が俺のがねえとか言うもんだからちょっとネタにしたらアニヤさんが来たんでスタジオ、心手島にもう本当申し訳ない、お金を使わせてしまって気も使わせてしまってでここまで来るという体力も使わせて全部を使わせてんだよね手島が多分手島がプロデューサーだからアニヤさんギャラちょっと上げるはずですから上げるの4月からのギャラちょっと上がるはずです何百円か何回かに分けて俺が払いますかって感じになると思う。あのお酒代ですか、うん、いやでも本当あの責任感がものすごくみんなあるじゃない、うん、はい、でそれこそ他の国のことは分かんないけど、うん、日本の人たちってみんな勤勉だし、うんうん、真面目だし、はい、責任感持ってらっしゃるからさ、だけどそこは放棄しても大丈夫だよもう、うんうんうん、ごめんなさいっつって、だって順番で回ってくるから、はい、そうですね、うん、もういつ自分がなるかも分からないですし、で自分が誰かのカバーをする時もあるし、ええ、はい、でカバーしてもらう時もあるし、うん、だから本当こういう時は困った時はお互い様と思って、うん、ごめんねっつって
でこれをつってみんなになんか漏れがないように渡せばいいだけのことだよ。とりあえず俺だけないっていうやつがいるからさ。感謝で言う人が出てきちゃうかもしれない。めんどくさいやつがいるから。本当に優しいですアニアさん。頭が上がります。そしてひらめ2号さんからは、はいはい、明日は節分ですね。おうちの子が通っている保育園に毎年恒例の鬼からの予告手紙怖っがありまして、今年も貼ってありました。うん、和紙、和紙か、和紙でできているような、うん、あのいびつな形の紙に2月3日行くからな待ってろよ怖っと書いてあり、赤と青の手形がバシーンと押してあり、うん、なんとも迫力があるんです。恐怖新聞みたいなもんだよね。そうです、怖いだろうな子供たち、うん、でも親は今年も届いとる届いとると密かに楽しみなのです、うん、頑張れ子供たち、明日どうだったか話を聞くのも楽しみです。予告が来るんだ。いいですね、すごいね。じゃあある保育園とかには、うん、すまん今年はコロナじゃ今年はいけんっつって、じゃあわしは陽性じゃないで濃厚接触でみたいな。そこまで鬼も同じ世界で生きてるんだなって、うん、いやーちょっと青鬼も今真っ青になっとるわわしがいけんけみたいなことが書かれてる。元から青い、意外と社会情勢に従順なんだなこの鬼たちはっていうのが、う、ね、ちゃんとでも赤と青の手形がバーンとある。怖え、なんでそんな悪質なことするんだろう。鬼からの予告手紙いいなぁ。へえ、じゃあ来るんだね。来ますよ。もう死に物狂いで逃げるんだろうね。また鬼も気分が乗るからさ。そうですね、子供たちがうえーうわーって近づいてたら、いやいやいや、キープディスタンスキープディスタンス、ちくしょうここからはいけんかって言いながら、お前分かってんな世の中みたいな。ここの線から豆投げてねみたいな絶対襲われないじゃんっていう。そうだね、全然鬼怖くないよね今ね。そうですね、これんじゃろうがこらーって子供が鬼を舐めてていいじゃん。そうそうそう、距離取らなきゃいけないから2メートルあったら何にもできない。全然だよね。楽しいな、いいな。鬼からの予告の手紙ってなんかいいね。いい、うん、張り出されてるわけです。そう、今年は行くからなサンタとかないわけじゃん。そうですね、サンタからの予告ではないですね。ね、こっそり来てくれるわけで、だって1回来たわけでしょ鬼も、だから手が届けに来るわけでしょ。張りに来てる、張りに来てるはず。手形とかもちょ、これちょっと貼らせてもらっていいですか、ちょっと、あ、総務に言った方がいいですか、総務の印鑑がいりますかこれ貼るのにってすごい社会人だな鬼。あ、そうですか、勝手に今貼っちゃった。鬼しっかりしてんな。そうですよね、あと敷地ね、あ、そうですか、すいません、ちょっとインターホンで鬼ですけど、ちょっと予告の手紙を貼りに来たんですけど、めちゃくちゃ行儀、中に入れさせていただいても、あ、ダメですか、そうです、困りましたね。一応子供たちを恐怖のどん底に落とし込みたいとは思っているんですけれども、園長先生ちょっとお話があるんです。園長先生変わられたんですか、去年の方と。あらば。じゃあ話一からですか。みたいな、すごい礼儀正しい。不思議だな。で、昨日はお世話になりましたって送り物、どうもありがとうございました。本当、昨日ねちょっと騒がせて、ちょっと何人かで、ね、本当に怖かったみたいですけど、ちょっとトラウマにならないぐらいにはやりましたから、ちょっと私たち的にはいかがでしたかね。つって。後で鬼からお菓子とプレゼント、あと請求書来たりとかして、鬼からすいません、ちょっと昨日の活躍料ですけども、ちょっといただけたらつって、いや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 、バイトですか鬼は。いや楽しみだな、いいね、いいですね、なんかどうなったか聞きたいですね、聞きたいね、その保育園ね。ぜひまたどのぐらいみんな怖かったのか、え、いやいい、なんか好き、鬼からの予告の手紙って貼りたくなるな、どっかに。貼りたいね、なんか人ん家に入れたいね、勝手に行くから明日って待ってろよ何かしたね、うち何かしたって言って。さあさあ、この時間になりますと午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は明かりの話、はい、灯火ですね、はい、そうですね、今日は中根から問題出してもらいました、はい、小さい頃から大好きなパン屋さん、家族みんなで大好きなパン屋さんがあって、うん、そこにはカフェが併設してありました、はい、ちょっとこう壁も黒いようなおしゃれな感じのカフェだったんですけれども、うんうんうん、その机に一つずつ明かりが置いてありました、うん、その明かりがすごく記憶に残っているんです、うん、
どんな明かりでなぜ記憶に残っているんでしょうか。はい、ラジオネームチョロ、うん、中根さんが家族でよく行くパン屋さんの食べられる場所ね、はい、で灯っている灯火、はい、明かりの思い出ですけど、うん、手で触れたら明るさや色が変わるので、いつも触って自分の好きな明かりにできていたので思い出に残っているのではないでしょうか。そうですね、最近 LED になってから増えましたよね、はいはいはい、そういう明かり、うん、あの LED のさ、うん、こう暖炉の炎みたいな映像が本物に見えてる、ね、リアルですよね、うん、ちゃんとあったかいし、あったかいね、うん、あれよくできてる、あれすごいよね、憧れる、しばらく見つめられるもんね、そう癒される、うん、あれ一日中あの前にいたい、痛いね、うん、あとあれが家にあったら俺もここまで来たかって、あ、成功者の気分を味わえる気がする、確かに、うんうん、おしゃれな家にね、ね、エセ暖炉言い方を変えなさい見せ物暖炉エセ暖炉、偽物暖炉とか、うん、イミテーションとかさ、いろんなちょっとおしゃれな言い方とかあるじゃないですか、模造品とか、模造品も違う、模造品も違う、模造品も違います、そうですね、贋作、いや贋作でもない本物みたいなものそっくりなものそっくり暖炉、あと篠の目楼、はい、あ、篠の目のご隠居、はい、中根さんが子どもの頃からよく通っていたパン屋さん、うん、で灯火、明かりの思い出、それは明かりがステンドグラスに包まれていて、うん、教会みたいだなと思った。あ、確かにおしゃれなところありますよね。あるね、そう、ああいう明かりも確かに憧れる。広島市内だったら上り町教会とかさ、うんうんうん、あのメビウスがコンサートやったりとかしててさ、はい、でちょっと前もワウワウ見てたらさ、薬師丸ひろ子さんがコンサート今出られないじゃない、はい、だからってもうワウワウを見てらっしゃる方のみにコンサートをやりますみたいな、うん、で教会だったの、でほら見てるとさ、教会って、うん、その音響設備とかもちゃんとしてるじゃない、反響もするし、こうやって、はい、で叩いたらバーンって、確かに誰もいないし、でパイプオルガンとかもあるし、だから多分音はいいんだろうと思ってたら、メビウスに聞いたら逆なんだってね。そうなんです、ね、だから生音が響くようになってるから、PA ってスピーカーから現場で音出すとグルンクルングルンクルン回っちゃうんだ、あのマツダスタジアムの放送席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 みたいな、あんな感じになるんだって。へえ、そうか、じゃあ歌う側としてはどの音をこう聞けばいいのかが分からなくなる、うんうん、難しいってものすごい。へえ、そうか、うん、でもそのテレビとか聞いている側としてはクリアに聞こえるんですかね、はい、そうそうそう、心地よく、ああそっか、うん、あそこでやる方が難しいのか。そうだね、うん、でも綺麗でしょうけどね。そうだよね、演出とかはね、いいよね、ムードがね、うん、なんかああいうところでしんみりと、うん、ゆっくりと音楽が何にも気にせず楽しめたらいいね、うん、早くね、そうですね、うん、あとはバームクーヘン、はい、中根さんが子供の頃から行っていたパン屋さんでの明かりの思い出、それは、電気なのに炎みたいに揺らぐので喜んでいた、はい、最近多いですよね、うん、そうそう、それこそイミテーションみたいな感じで、はいはいはい、そうそう、ではなかったですね、うん、本当の明かりだった、本当の明かりです、ろうそくがつけられてた、はい、うん昔あったもんね、はい、そういうとこいっぱいね、うんうんうん、あのちょっとこじゃれたバーとかでもさ、はい、目の前のランプにポッと火つけてくれて、うん、ポッとこうってケースしてくれて、うん、スーッと置いてくれたりとかすると、うん、あ、大人になってよかったなとか、素敵って、もこういうところ、うん、でしんみりと楽しむことができる、うん、自分が好きみたいになるよね酔いしれてしまう、酔いしれちゃう、酒飲む前にもうちょっともう、いやいい店だわこれ、あーねーって、うん、ここの店で悪いのは客の俺だけみたいな感じいいんです、言ってりゃ染まるいいね、うん、あとは福山の高坊、はい、から今日の中根さんのクイズの答え、テーブルに置いてあるろうそくがめちゃくちゃ大きかったこと
を覚えているのではないでしょうか。ああ、なかなか消えないようにとかね、うんうん、確かにたまにあるよね、あの結婚式のメモリアルキャンドルみたいに、はい、すっごい太いでっかいキャンドルみたいなのが、うん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 、だからもうずっとそれが使われてますみたいな、うん、でドロドロにあの上の方がなってて、はい、年代とか年季を感じるように、うんうんうん、しつらえてらるのもあったりするよね。あえてですもんね。あえて。そう、あの、こう、溶けてる感じのローが途中で固まってるのが、ね、なんかまた一つのデザインになるみたいな、うんうん、いいですよね。そうだね。うん、そういえばさ、はい、この間、うちの母、清がさ、その里帰りした時にさ、はい、その実家帰ったら、その親父の仏壇に、うん、とりあえず火ともして、うん、で、線香立てるんだけど、あんたね、今もう線香がね、もう進化所のしちょって言われて、で「おお」っつって「あのいい香りとかすんじゃないの？」とかったら「違うってあんたね線香を引いて入れたらね線香がね灰になったままずーっと立ったままあっと」っつって、そこにね「南無陀仏南無陀仏」って字が出てくってよっつって、尊厳なのがあってよ知っちゃうねっつって、え知らんかったっつって、本当に見せやろうかちょっと来てごらんっつって。うん、ちょっと待って、どこやったか分からんぐらいだったから、もう今度ねって言われたけど、なんか見せてくれとか、なんでどっかやったか分かんねえんだって、みんなが来て見せてくれ、見せてくれ、隠しとったてよって、隠した場所忘れたって言われたけど、かわいいな。灰がずっと立ってんだって、ポタって落ちずに、ね、で、文字が出るんだって。へえ、よくできてる。線香だよ。そうですよね、うん、線香って消えてなくなるものなんじゃないんですね、うんうんうん、残るんだ、うん、でトンってやったらガタガタってなるんだって。すごいよね、あの線香の中に練り物じゃ簡単に言うとそうですね、で文字を刻むんだよ ね相当細かい作業、相当だよ。で調べたの、ネットで母が言うもんだから、はい、そんな高くないの。あ、意外と普通にあるんだ。1箱とか600円とか700円ぐらい売ってて、文字が出るなんか線香とかで打つじゃん、うんうん、あ、こんなんであるんだと思って。へえ、うん、じゃあ今それ利用されてる方も結構いらっしゃるんですか、ね、と思うよ。でうちの母清とかは、うん、これはでも手に入らんらしいよ珍しくってって言ったけど、いや600いくらで打つんだけどと思いながらやっぱすごいものは高価なものって思いがちですよ ね、 なんかしてんね。もう近所の人が見せてくれ見せてくれってお母さんに言うからよ、もうお母さん困って隠したっちゃう、隠した場所忘れたからねっきっと一生使わないんだろうなそう、しかも自慢したの自分だろうと思うんだよ見てごらんって最初見せたはずなのに興奮してみんながよ来るもんやからよっつって言ったけど、自分が自慢したんだろうと思っていつか探してあげなきゃですそうだ、買って送ってあげなきゃと思って安いよお母さんっつって、そんぐらいことでよ、ものすげえ貴重やって聞いたもんっつって絶対言うんで、空き家はい、の畑からね、うん、中根さんがおしゃれなパン屋さんでの記憶に残っていること、はい、それはアルコールランプのような直火の明かりで、うん、お父さんがパンを炙って美味しそうに食べていたのを記憶しているできなくはないですね。アルコールランプでパンを焼くみたいなもんでしょ焼けるのかなちゃんと、うん、でもあれだったよ、あのそれこそ大林信彦さん、はい、広島出身の、が監督した映画寂しん坊の意外と前段のお見としのりさんの高校生活みたいなのが、理科室に行って、うん、アルコールランプに火つけて、うん、でそこであの実験用の鍋とか実験用のもので全部すき焼きを作ってみんなで食ってるっていう、ピンセットで食ってますみたいなシーンがあって、ああいいなあ、なんか理科室でこんなことできたらちょっと不良になりたいなとかって思っちゃったってか思ってたよ。へえ、アルコールランプでできるんですね、うん、ガスバーナーとかじゃなくて、そうちっちゃいなんかさ実験用の鍋の中に肉入れて野菜入れて、ね、でみんなで3人でピンセットでこうやって、うんうん、で途中で先生が来んのおいおいおい理科室でなんか変な匂い、いやいい匂いがすると思ったらこれかとかって、うん、何やってんだお前たちは、肉が煮詰まるだろうって先生いいシーンですねすごいいいのいいな、なんかやりそう昔ならやりそう、今なかなかできないけど、はい、みんながピンセットで食ってるのもいいんだよね。いいですね、うん、アルコールランプではなかったです。じゃない、はい。じゃあこれ最後、はい、縦島トラコから、中根さんが
よく行くパン屋さんの明かりで思い出すこと。それは、くるくる回る明かり。うん、で、見ていると、いつも子供ながら寝てしまっていた。ので、よく覚えているのではないでしょうか。見つめたくなりますよね。うん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 、回ってるものって小さい子ってなんか興味あります、ね。動いてるものね。ね。はい。そうそう。それが明かりだったりとかするとね。うん。ずっとだよね、もうね。そうですね。影が映ったりだとか、ね。はい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 。そうそう。さあ、中根ゆき。一体どんな思い出がそのパン屋さんの明かりにはあるんでしょうか。はい。その明かりは、まあ、ろうそくでした。はい。で、コップの中に入ってたのかな、うん、グラスの中に入っていて、やっぱり見つめたくなっちゃうんですよね。うんうんうん、よく見つめていて、覗き込んでいたんです。はい。だから毎度のように、鼻息で消してしまっていたんです。脆弱な日。そうだね。うんって多分なんか消しちゃっていて、で、またもうお店がなかなか暗いので、はいはい、中根家のテーブルいつも暗い。雪が消すもんだから、鼻息で。そうですよ。だからお店の人にすいません。はい、ろうそく消しちゃったんですけど、つけてもらえますかっていつも、母が言っていたっていう記憶が。やっぱその時は前の日に明日行くからな中根とか。いや予告じゃない。手紙を手形と一緒に。いいか明日全部消してやるからな中根。いやいやいや人のところの机までは消しませんよ。しかも鼻息で。時たまさ、はい、旅館に行って、うん、でローで肉焼いたりとかするじゃん。はいはいはい。で中居さんがこう火つけてくださってさ。はい。ありますね。自分のだけ火が弱い時があるね。ある。これだ、これみんなのより全然俺の火弱いよねって。なかなかグツグツしてくれない。そうそう。あれみんな食べ始めたけど俺全然温まってないんだけどとか。そう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 。気になる時あるよね。なんかまだちょっと生焼けな感じなんですけどこれレアですかみたいな。ありますよね。あるよねあれね。そうそうそう。そうなんです。なんで俺だけみたいなのがね。そう細いまあろうそくだったんですけど。はいはい。でこれ。なんか多分数年前ぐらいに、うん、久しぶりに母と一緒にそのお店に行ったんですよ。はいはいはい。で、相変わらずやっぱ暗くて、うん、で、明かりが各机にあるんですけど、はい、ろうそくあるんですけど、おうおうおうよーく見たら、うん、LED に変わって。ああ、やっぱ変わるんだね。鼻息で消すことはなくなりました。でもちょっと寂しかった。伝説の女の子として残ってんじゃないの。いたよね、鼻息で消す子。つってそうそう、あの子あの人よ、きっと大きくなってるけど、あの子小さい頃鼻息で消しとった子よっつって。そんなに覚えられてる。みんな口で消すことあって鼻息だけ気になったよねあれねとかって鼻息荒かったんだろうなって言いながら見つめすぎて鼻息で消すっていうということで、はい、正解は鼻息で消してしまっていた。うん、はあ、はあはあはあ。ズバリはいらっしゃらないですが、うんうん、ろうそくが消えるという答えた方がお二人、はい、消える関係ね、うんうんうん、鼻息ではなかった。あーはーはー、まあまあ良いでしょう、まあ、いいでしょう。いいとしようじゃないか。近いということで。お前たちに当たるかもしれんけえな。予告いるそれ。したらもう送りゃいいっていう。ということで抽選でお一人の方に、はい、午前様様手ぬぐいをプレゼントいたします。当選者の発表は番組のエンディングで。どっちか落ちる系な一人だけ。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さて、4年ぶりのセリーグ制覇を目指して広島カープの一軍日南でキャンプを始めましたよと、はい、いうことです。気温は 8.6 度と冷たい風が吹く中、笹岡監督ら首脳陣33選手がグラウンドに集まって、うん、スタンドのファンに見守られながらランニングで練習を開始しましたよと、はい、いうことですけど、うん、ドラフト1位の黒原ら、はい、ルーキー3人を含むピッチャー14人が早速ブルペンで投げ込み、3人はそれぞれ特徴を出し合いましたと、うん、いうことで、ドラフト1位の黒原はクイックで34球を投げてカットボールなど変化球も交えましたと、はい、で2位の森はバランスを意識して全てストレートで30球、うん、あとは5位の松本は36球をコースに投げ分け、高橋ピッチングコーチは3人とも慌てずに投げられていたと評価したということですけど、はい、今日のスポーツニッポン、うん、
スポニチも一面は黒原、確かな手応え、ほぼ全力で34球、直球カットボールチェンジアップ上々、っていうことですけど、これまああの初めてのブルペンなので、はい、もうマスコミもすごいし、首脳陣もどうかいねと思ってみんな見たいじゃないですか、はい、なのでブルペンに上がる前に同僚から焦るなよって言われたんです、うん、あ確かにね、はい、そうですよね、気持ちがいつも以上にこうやっぱ緊張して上がってしまいそうですよ ね、はい、ね、まだ体がちゃんとできてないけど、うん、若いからすぐできるじゃない、うん、確かに、だって今までずっと去年も投げてたわけじゃない、うんうんうん、だからできてるんだよね、はい、だけど徐々に上げていかないと、で今からその3月後半のシーズンインまでおよそ2ヶ月弱の間に一回大きな波を作っていって、うん、でその波をまた一回スランプに落としたり、はい、で体が動かなくなるとか、筋肉痛になるとか、豆ができるとか、はい、一回豆を作って潰して固めてもう一回出るとか、うん、だからアニヤさんがよく言う、うん、夏場に豆が潰れましたっていうピッチャーはなんか野球選手として失格だよねっていう、うん、投げ足りない、はいはい、うん、ちゃんともそこは作っとかなきゃいけないみたいなことですよね、はい、でそれ含めていろんなバランスのやり方があるはずだから、先輩たちが後輩に言うならば本当一言焦るなよっていうことだと思うのね、うん、はい、じゃないとその一番いい時、一番大事な時に上がってこない、うん、調子が悪い方からスタートする、だから今で言うともうオリンピックあと2日じゃん、はい、そうですね、ね、うん、だって金曜日でしょ、はい、開会式がね、はい、でそれ考えるともう今まさに一回落とした選手たちがグワーって上がって、まだ上げきってないんだよね、そうですね、うん、あと 1,2,3,4,5,6 とかいうぐらいの間にグワーって上げてくるわけでしょ、はい、それを4年に1回やるっていうのと、うん、あと1年に1回やるっていうのがプロ野球選手だってそうじゃない、はい、だそのバランスが分かんないよね、うん、まだ初めてだから自分の体の作り方であったり、うんうん、この環境下いろんな人の目がある中で、はい、自分がどうやってこの時期体を作っていけばいいのかが分からない中で、緊張感だけ高まって、うん、体はそれに反応しちゃいますもん ね、 ね、でしかもその日南の間に自分のいいとこアピールしないと今度は沖縄に連れてってもらえないってことになるでしょ、はい、沖縄に行けないってことはオープン戦出られないってことで、ってことは4月の開幕の時出られないってことだから、うんうん、やっぱ早めに作ってアピールしなきゃいけない、でも焦るなよって言われる、だからアクセル踏みながらブレーキ踏めみたいな、まあ難しいことなんだよね、うん、だそれ考えるといろいろと楽しみなこともあるし、うん、心配なこともあるけれど、やっぱこうやってルーキーとして注目をされて全く違う環境で野球がまた一からできるってことってものすごく自分でもフレッシュな気持ちがするだろうし、うん、やってやるぞみたいな気持ちがあるだろうから、うん、それがちゃんと来年のっていうか今度の来シーズンの、そうですね、今シーズンの、はい、あの4月にボンと出てきてたらいいよね、楽しみですね、楽しみ、本当即戦力がほとんどなので、うん、本当にたくさんの選手たちが出てこないと今年のカープはダメだと思うので、ぜひぜひ、はい、あの時話題になってたけどシーズン始まっても一面飾ってるねという選手になってもらいたいなと思います。頼もうざっくり道場、このコーナーはグリーンコープ広島の提供でお送りします。世の中の気になる言葉の意味や解釈などを大まかにまとめてみようというお便りコーナーです。毎週お題にまつわる解釈を寄せてもらいます。今週のお題はスポーツです。リスナーの皆さんはスポーツにまつわる言葉の中から一つを選んでください。はい、ということで、今あるものをさも新しいもののように言う、まるで自分がそれを見つけたかのようにボケて自慢するっていうのがざっくり道場ですけども、はい、今週のテーマはスポーツですけども、うん、昨日も TBS ラジオ爆笑問題カーボーイから爆笑問題、はい、太田光くんがこのコーナーに参戦ということでしたけども、うん、スポーツ、北京ダック、いや、あの北京オリンピックがもう言っちゃったもうすぐ始まるじゃん、もうすごいすごい楽しみだよね、北京ダック、いや、あのほら北京オリンピック、もうさ北京ダック、いや、もう北京オリンピックさ、日本選手どのくらいメダル取るか、もう本当楽しみだ、楽しみだね、北京ダック、いや、お前北京ダック食べたいんだろっていうもうその足で行けってまあ若干高いけどね、そうですね、なかなか食べられたものではない、安い北京ダック本当まずいんだよね
なんだこれみたいな気がするんだよね。なんかありますよね、その風な、あるあるある、風な皮、鳥の皮だけど、はいはいはい、でタレも美味しい、そうタレ、これうなぎのタレじゃないみたいな時が甘いね、そうでも美味しいからいいんだけどっていう時があるよね。あと昨日太田さんがね、言われてたけど中年地にすごい長く生きている犬がいて、はい、あまりにも長生きなもんだから25年、はい、大丈夫かこの犬って言ってたら途中、チャックビーって見て後ろからね、今までちょっとお世話になりましたと、今日までとなってますんでつって小さい人が出てきた着ぐるみだったんかーいで中年地着ぐるみ出て家出るときに猫の今度着ぐるみってチューってやって隣の家にどうもっつって行ったっつってあ今度はあちらにお世話になるのか、あちょっと可愛がられたらいいねまあでも中根ちゃん25年いたんだけどそこそこのおじさんだよねもうそうですね、その小さい人は何年生きられるんでしょうかねということで、はい、今週はざっくり道場、スポーツでいきましょうか、うん、ラジオネーム小林、もうすぐね、はい、冬のオリンピック、冬のスポーツの祭典が始まるじゃないですか、うん、はい、俺ね本当いつかその冬のオリンピックに出場してみたいっていう夢があるんですよね、うん、でもただもうね寒いのが本当苦手なんですよ、うん、なのでもう寒い日も絶対外に出たくない、もう出かけたくないんですよ、はい、なのでそのできるだけこたつの中で丸まっていたいっていう思い、この願望を叶えたい、うん、でも座ったままでもオリンピック出られるみたいな、こたつに丸まったままも座ったままでも参加できるようなそんなスポーツないですかね、それボブスレーあなんかこたつあったのあれすごいですよね、怖いですよね、すごいよ、はめちゃくちゃ速いじゃないですか、氷上の F1 とか言うからね、ねえ、うん、で意外とその体感というか重心をこうどっちに出すかで、はいはい、スピードが変わるって言いますから、うんうん、でブレーキどこでかけるかとかね、そう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 、だからバカが一番勝つわけですよ、ブレーキかけないってことさあ全然怖くありません、見てんやつがいやいや、あんなか暖房効いてたらびっくりしますよ。いや、これサウナスーツになってるんですよね。もうここ入ったらもう汗だくになりますよ、もう。降りた時からもう体重何キロか減ってますからね、みたいな。お前それ違うんじゃねえやり方、みたいな。ちょっとやってみたいな、それだったら。ラジオネーム、ヒーロー。もうすぐ、冬のオリンピックが、はい。始まるじゃないですか。ただね、その新型コロナウイルスの感染対策が相当、やっぱ厳重みたいなんですよね。うん、そうですね。で、まあ、会場内のその清潔感も大事だなっていうことで、掃除に、やっぱ北京の人たちもすごい気合が入ってるみたいで、うん。もうね、この間行ったらね、競技が始まってからよ、もう。ね、始まってからもずっとブラシで掃除してる人がおるんよ。うん、それ、カーリングじゃない。キュッキュしてますよね。あーはーはー、でも、ね、傷つけたりもしてるんですよね。あーはーはー、両方、うん、傷つけちゃ磨き、はい、やっやっって言ってたまにもぐもぐしたりね、はい、そう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 、そう早いなお前たちは昼食がみたいなお菓子食べがち、何回も言うけど、もう松岡修造のウィンブルドンね、おい、第一セットが終わった段階で、うん、バナナ食うって、いやもう外で食ってこい一回って思うぐらい始まってすぐバナナ食う、そうなんだすぐエネルギー注入、そうだったら朝食をちゃんと食べてこいよ、まだ始まったばっかりだろバナナ食ってっけどとかって思うまあテニス試合長いですからねあとさ、はい、アーチェリーとか、うん、あとなんだパーンって打つのがあるじゃん、あ射的、射的とか、うんうんうん、ああいうのとかって射撃かね、射撃、うん、かない、パーンって打つのがあるじゃん、はいはい、あれとかは競技時間が長いから、みんなずっとお菓子を食べてるんだよね。だからこの時間からこの時間の間に一発打てばいいっていうのが決まってるからさ。はあ。だから一番自分の集中できるタイミング待ってんの。と風とか待ってて、今だっつったらなんか、俺パックンチョ食べながら打ってる人見たことあるもんね、だって。そうなんだ。はい。いろんなスポーツあるよね。いろんなのがあるよね。だからずっと継続して大変なのと、うん、一瞬
一瞬でこうギャッギャッてするスポーツ両方あるよね、うん、じゃあもう一個、ラジオネームストレートマン。冬のオリンピックがそろそろ始まりますね。始まりますね。僕はね、いつもね、開会式を見るのが、すごい楽しみなんですけど、はい、参加されてる選手って、ほんとすごい寒そうじゃないですか。うん、なので、なんか熱々の焼き芋とかをね、開会式の時にみんなに俺配ってやりたいんですよ。うん、だからなるべく温まりながら、開会式を選手たちにも楽しんでほしいなと思うんですけど、そこで、焼き芋役にふさわしい場所をね、探してるんですけど、それが聖火台。あ、そうですか、うん、あそこでもね、焼き芋ダメなんですよ。 あそこ大体基本的にピザ焼いてるから。いや、ピザの方が窯必要や。そうですか。そうなんですよ。あら、あそこ大体聖火台ではピザ焼いてます。あ、そうなん、冬のオリンピックは。みんなで食べてるのかな、はい、で、それを円盤投げの選手が投げてる。あれ、ウーバーイーツって言うらしいです。ピザが飛び交う。何味かな、マルガリータかな。続きは11時台。ちょっとちょっと、中根さん。何ですか。これ大変なことになってますよ、節分。え、あの、皆さんに、え、もう今日の段階で明日行くからだっていう鬼からの予告の手紙が届いているっていう、保育園とかの話したじゃないですか。はい、しました。はい。で、俺たちが、いや、今鬼来られても、キープディスタンスとか、があるから、うん、2メーター以上近寄れないから、全然鬼怖くないっていう話を、したじゃないですか。はい、なんと、桜ママっていう方から、はい、お言葉ですが、っていうことらしいんですよ。何ですか？鬼の本当の怖さを知れってことですけど、我が子の保育園は、去年、コロナの影響で、鬼との直接対決はできなかった。と子供が話してくれました、うんうん、ただ、うん、お庭で節分の集いを行った後、はい、教室に戻ったら、うん、机や椅子がひっくり返されて子供たちのカバンがあちこちに散らばっていたとのこと、鬼は子供たちの前には現れずとも、キープディスタンスを守りながら確実に来て大暴れしたようです。教室の中荒らしていっちゃったんだ。鬼、みんなで園庭校庭とかに集まって、はい、で、よしご飯食べようかって戻ったら荒らされてる。鬼が鬼が来たんだってなるんだよ。立ちが悪い。悪質、子供のバッグとか投げ散らかしてんだよ。いやいや、これ鬼じゃなかったらとんだいたずらですよ、こりゃ。誰か怖えよ、鬼。泥棒が入ったから。鬼が怖えよ。その時ちゃんと予告したのかな。明日お前、部屋ぐちゃぐちゃにするけえの。鬼より。待ってろよ。怖えな、やっぱ鬼。すごいな。俺明日むっちゃ気合入れて豆とか投げないと。やっつけられないかもしんない。怖すぎるもん、やることが。ね、うん。リモート鬼とかもいるのかな。そうだね。画面が。いや、リモートだけど、貞子みたいに出てくるから。怖えよ、鬼ってなるんだよ。ニュースです。午前様様。今さ。はい。タバコ吸って。うん。ちんたらしてたら。はい。危ねえ、間に合わねえ、とかって思って。お、全力で走って戻ってきたのね。ええ。横山モーデがあるわけでもないね。そうですね、久々に息が上がっておりますね。遅れたらただの遅刻じゃん。そうです。慌ててきたらさ、一流がさ、はい、いてさ、ええ、で、スーツ着てたの。お、だから、お、スーツだねったら、今日はちゃんとしてますって言ったけど、うん、やってることはコーヒー泥棒って言った。全然ちゃんとしてねえよお前。コーヒー盗みに来たんじゃねえかと思って。一流さん、なんか今日はちゃんとしてますって言ったけど。言われてますよ。うるせえよって。本当だ。いい気になるなよって。コーヒーを持ちながら言われてます。泥棒したコーヒー飲んでんだです。大好き。テレビニュース出てくるんだ、この後きっと。そうですね。はい、きっとニュースだ。いや、多分コーヒー飲みながら出てくると思うよ、きっと。さっきね、10時55分の
ラジオニュースも読んでくださってましたからね。はいはい、あとね、千個。はいはい。ナミヤムダムズって字が出ますっていう。ありましたね。プリプリプリンからね、はい、その横山家の母清がすごい大切にしてた線香ですけど、ナミヤムダブツと文字が出る線香は、うん、私は高野山で買いました、はい、ここにしか売っていませんと言われたので買ったんですって。これね、うちの母清も言ってた。これはね、なんか高野山でね、うん、もうそこしか売っちらんところのをもらったとよっつって、お母さんがっつって、じゃがいも近所の人みんな見せてやってよ、みんなが見せてくれ見せてくれっていうもんやかいよってすごい自慢してた。高野山でよっつってずっと言ってた。ああ、じゃあ本当なんですね、うん、だから一緒だと思うきっと、うんうんうん、だけど今ネットで売ってるよって。本当にそうなんですよ。ここだけしか買えないっていうものはもう今ほぼないないんだよね。ただジャパネット高田さんはやっぱここでのみのサービス、ここでのみの価格、ここでしかないもの、そしてここでしか聞けないトークっていうのが今から展開されますんで、早速呼んでみましょうか。この方です。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん。ムンボルゲー。あ、ムンボルゲー何のことか分かんないよね。すいませんね。全然分かりません。分かんないですよね。すいませんね。三代沢さんの番組で、今年の流行語大賞にムンボルゲーを、リストアップしようっていうことで。哲学的みたいなもんですね、じゃあね。太田さんで言うところの。そうそうそう。そうか、うちもじゃあ流行語考えなきゃいけないんだ。流行語、そうそう。もう、三代沢さんとか今年全力でムンボルゲーやってますから。ムンボルゲーだね。ムンボルゲーですから。ちょっと RCC でもちょっと発給させようかなと思って。どういう風に使うのかが分かんない。そう、どういう風に使えばいいんだろう。本当ですか、うん、今日の商品めちゃめちゃムンボルゲよって。あ、それムンボルゲだな。ほらムンボルゲですよ。ムンボルゲですか、こんな感じ。あ、なるほど、分かりました。ニュアンス分かっていただけました。ランボルギーニだな、ね、ランボルギーニじゃないよ。ムンボルゲよ。ムンボルゲですよ。すいませんね、いきなりね、何のこっちゃ分かんなくて。ちょっと三代沢さんからの回し物なんで。三代沢この野郎って言ってくれました。分かりました。もう今日の商品はね、はいはい、今の季節にあったらまあ素敵な商品なんですよ、うん、布団乾燥機カラリエクイックという商品でございます。はいはい。と言いますのもね、冬場はほら日照時間短いので、うん、お布団干したとしてもですよ、あの夕方ね、ちょっと取り込むのが遅くなったら冷たくなっちゃってる。いやもうほんと。ね。こんなに冷たく、だから乾いてるかどうか分かんないぐらい冷たいんですよ。そうなんですよ。その中にね、夜入ったらほら、温まるまで縮こまってね、うん、ああ、早く温まないかな、温まないかな、温まないかなってね、待ってる時間が結構長いと思うんです。はいはいはい、眠たくてお布団に入ったはずなのに目が冴えちゃったという時あるでしょ、うん、あるあるある。ありますでしょ。あの大きい方したくて座ったのに、いや便座冷てえって言うと肛門が閉まるみたいなもんだよね。そう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 。たまにありますよね。でもこの布団乾燥機があれば、皆さん、もうお布団は外に干すんじゃないんです、はい、お部屋の中で、しかも敷きっぱなしの状態で掛け布団敷き布団同時にふわふわもこもこポカポカにすることができちゃうわけなんですよ、うん、便利な商品ですよこれ、はい、しかもね、使い方が超簡単、うん、これ昔みたいに面倒な作業何にもありません。大体あの大きな風船がついてませんからね。ほうほうほう。あれがめんどくさかったんですけど、ね、うん、あれしまうのがめんどくさかった。そう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 。畳んでしまうのがね、うまくいかないんですけどね、うん、はい、そう、今の布団乾燥機は本体にホースだけがついてます、はい、ホースだけだから、本体を枕元に寝かせておいて、うん、でホースをビヤーっと伸ばして掛け布団かけてスイッチピッ入れるだけ、おしまい。10秒。ほんと楽だよね。これ本体ってどのぐらいの大きさなの？本体はだいたい工事円ぐらいの大きさをイメージなさってください。なるほどなるほど。工事円ぐらい、ね、はいはい。そこに今回ホースが2本ついてるツインノズルタイプ、うん、より進化したモデルなんですよ。はい。で、長いホースはお布団奥の方に入れてください、うん、で短いホースは手前で止めると、はい、お布団を隅々までふわふわもこもこにできちゃうわけなんです。ほう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 。しかも温めだけっていう使い方ができて、うん、これがいいんですよ、うん、たったの5分。あ、これはもうね、最高にいいはず。そうですよ。だからもうお布団に入った瞬間にね、あー、あったかい、気持ちいい、よく眠れそうってなるわけですよ、うんうんうん、もう入眠のこの幸福感ですよ俺ね、ええ、今ね、うん、もうずっともう何年もやってるけど、はいはい、その自分で湯たんぽを作ってるんですよ、はいはいはい、ペットボトルので、うん、500ミリリットル入る、うんうんうん、まあ、ヘルシア緑茶の、はいはいはい、空瓶なんだけど、うんうん、あれ3本を足元、腰のあたり、肩のあたりって3本、靴下履かせて、はいはいはい、で置いとくの、はいはい、
で寝るじゃない、はい、た時ねやっぱ声出るよ、はあ気持ちいい、そうですよね、気持ちいいって出るよ。あったかいお布団ってなんであんな幸せなんでしょうね。それのもっとすごくいいやつもね、そんな手間をかけずに、うん、もう5分間であっという間にポカポカにできちゃうと、隅々までポカポカにできちゃうっていうのが今回の商品なんですよ、うん、いいでしょう。いい。だからねこの季節こそお手にしていただきたいわけなんです、はい、しかもいろんなことができまして、例えばダニ対策、うん、これ65度の温風を1時間以上ブワーッと出し続けるっていうものがありますから、はい、そうするとお布団の中に潜んでいるダニ、うん、追い出すことができちゃうわけなんです、はい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 、これがすごい。いやだからですね、まあ、お布団はたまに干せるからいいですよ、うん、ベッドでお休みの皆さん、はい、ベッドのマットレス、うん、1回でも干したことありますか。そうなんです、俺も多分十何年とか使ってでしょ、けど1回も何にもしないですね。その間の汗がずっと染み込み続けてるわけですよ、うん、歴史だ。中はもうね、ダニパラダイスになってる可能性がありますからね。だからお部屋表面だけ綺麗にしても、うん、そのベッドの中マットレスの中、はい、覗いたらとんでもないことになってる可能性がありますから、うん、一回これでリセットしてください、はい、それが簡単にできちゃうのがこの布団乾燥機カラリエクイックという商品なんですよ、うん、しかもまだあるんですよ、はい、これ乾かせるのはお布団だけじゃなくてアタッチメントカチャッとつけたら、うん、なんと靴の乾燥にも使っていただけます。靴はいいね、いいでしょ、うん、特に女性の方ね、冬場これブーツ履かれたりすると、一日履いたブーツって結構中ねムレッと、そうなんですよ、意外とね、うん、湿ってるんですよね。いやもう今ないけど、うん、あの飲み会があった時に、はいはい、あのブーツの女の子、うんうん、あー大変だろうなってそうですよね、思う、本当に思うそうだ、2日連続で同じブーツを履いてしまった時には、はいはいはい、もうなかなか取れないものが残りますよ。すごいでしょ、はい、だからそれも簡単に乾かすことができますし、はいはいはい、しかも雨でお父さんの靴濡れちゃったっていう時でもね、うん、そのまま靴箱にしまったら翌日靴箱中がお父さんの匂いになりますから一回ねリセットしましょう。それもね、はい、30分で簡単に靴も乾きますから。30分でいい、30分でいいんですよ、うん、へー、でも靴はいいね、靴いいでしょ、うんうん、そうだから布団も乾く、マットレスも乾く、靴も乾く、うん、あそしてこの温風をクローゼットとか押し入れの中にわーっと出したら、はい、クローゼット乾燥にも使えます。あそう、たまにこれやった方がいいね、そうだよ、皮とかほら結構梅雨場、はい、ね、カビるじゃないですか。でマンションの方は、うんうん、あのコンクリートがまだちゃんと乾ききてなくって、はいはい、そうそう、気がついたら、うん、カビだらけってことがあるからね。カビだらけありますからね、あの壁のクロスが全部カビっていう時もありますからね。ある、はい、だから一回乾かすっていうことが大事なんですよね、うんうんうん、それがこの1台あればまあ簡単に素敵にできちゃうわけなんですよ、はい、となればお値段、これがね2万も3万もって言うんだったら声はこんなに大きくならないんですけど、うん、いきますよ、はい、お値段税込みの15,980円。お助かる、うん、でも十分すごいのに。さあ皆さん、これ今週いっぱいのキャンペーンです。2月の5日まで、うん、今なら5000円引きいたしますので、今だったら在庫限り19,080円なんです。ほいいね、めっちゃいいでしょ、めっちゃいいね。これで毎晩家族のお布団が快適になるって、これがね本当に本当にみんな笑顔になるよ。いいでしょ、うん、ムンボルゲな商品でしょ分かっていただけました。いや超ムンボルゲ超ムンボルゲでしょ、俺こんなムンボルゲなこと聞いたことないもん本当でしょ。だからぜひ皆さんにね使っていただきたい商品なわけなんですよ、うん、ただし2月の5日までいよいよ期間が迫ってまいりましたんで、はい、できるだけお早めに0120-441-555番0120-441-555番でお待ちしております。これやっぱ電話した時にはムンボルゲって言った方がいい、うん、ババのラジオを聞いたとしてくださいよ。ムンボルゲここいらないからねそうです、ムンボルゲババの違うそこいらないジャイアントババでしょ、ムンボルゲババから聞いたそのムンボルゲいらないから、えラジオでババの放送聞いたでお願いしますねはい、今日は布団乾燥機、靴も乾かせますよと、うん、いろんな多種多様の、はいはい、アイリス大山のウンボルゲウンボルゲ関係ない、布団乾燥機カラリエクイックを紹介ということなので、はい、ぜひぜひ気になる方お電話していただければと思います、はい、じゃあ宮沢さんによろしくお伝えください了解しました、ありがとうございました、ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。
御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は明かりの話でお送りしています。はい、こちらはスナッピーさんです。子供の頃ですが、夜に野球盤のゲームをするときには、うん、部屋の電気を消して野球盤の横に電気スタンドを置いて、その明かりの下で遊んでいました。ほうほうほう。そうするとまるでナイターをしているような気分となるだけではなくて、うん、周りのことに目がいかなくなるのでゲームに集中でき、とても面白く遊べた思い出があります。あー、まあ、ムード作りしてたよね。そうですね、うん、映画見るときに部屋の電気を消してみるとかね。はい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 、確かに、うん、ナイターの野球盤、そうだね。なんかああいうのってちょっと大事だよね、うん、俺の知り合いでさ、はい、あ、時たまさ、うん、あの俺が動画をアップしてるさ、今週のトラベル石田とかって、はい、トラベル石田さんっていうのがいてさ、はい、でトラベル石田さんちは、月に1回必ず家族で映画館に映画を見に行ってんのね。うーん、でもう娘さんとか20の半ばも30代になろうかっていうぐらいの娘さんなのに、そうやってやっててさ、うん、であと、それをやることができないときは、今日の何時からうちのリビングで映画の上映を始めますって言って、はい、だからもうその時間に合わせてみんなお風呂入ったりとかして、でみんな集まってくるっていう。へー。でそれぞれ食べたいものとかを準備してて、うん、でじゃあ今から上映が始まりますみたいなことをやってんのね。素敵、うん、おうち映画館。そうなの、うんうん、であれがなんかタイミング良き時で見ようねって言うと、うん、もう母さんがまださお風呂入っててさとか、ちょっとまだ洗い物があってさとかって、みんなそれぞれなるじゃない。なります。で結局楽しかったはずなのにスタートがカリカリするじゃん。だからもう何時スタートですって言って、うん、イベントにして、はい、でこう始めたりとかすると、このコロナの時とかはいいかもしれないよね。そうですね、うん、いや私やっぱ憧れますもん。おうちにあの映写機、何ですか、あの投影する、はい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 、あのプロジェクターを設置して、うん、お家で映画見たりテレビ見たりするのが夢、うんうん、あやりたい。プロジェクターだったらさ、もう隣のマンションの壁とかにやってた方がいいんだ。なんでですか。もうすごいこんなでっかいスクリーンで見られるとは思わんかったとかって思うけど。隣のマンションで、だってさ、俺らが行きつけだった飲み屋さんがあって、はい、でそこ、うん、プロジェクターをそれこそだいぶ先のマンションの壁面にずっと映してたの。へー。だから外見ると映画が見えてたの。いいですね。音は店内で流れてるの。あ、そうか、うんうん、窓の向こうから見えるみたいな感じ、うんうん、素敵って感じだったよ。人様の壁を借景みたいな感じ。勝手に。よくない。でもそうだね、でもね、プロジェクターとかで見られる、そう、部屋にしたいね。したい、まあ、壁が必要ですね、うん、真っ白い壁を作る。あのさ、うん、今テレビがさ、うん、角っこに置かなくても良くなってるじゃん。はいはい、平べったいから、そうですね、昔のブラウン管テレビって奥行きがあったからさ、あ、必ず角っこに置かなきゃいけなかったのよ。はい、あ、確かに。だからテレビのコードを引っ張ってくるところが必ず角っこにあったんだよね、うん、今もう全然作りが違うじゃない、だからあのこのテレビは壁にかけられますよって言うけど、いや、うちね壁がないっていう。そうですよね、壁を作らなきゃいけなくなっちゃいますもんね。そう、だから壁はタンス置いたりとか、うん、ああいうなんかさ絶対に動かせないものを置く場所だったのに、今どっかに壁をテレビのために作んなきゃいけないんだよね。そうですね、うん、そのために作ることもありますもんね、はい、意外とこう仕切りを作って、そう、だから家の作り方が変わったんだよね絶対ね。あ、確かにそうかもしれないですね、うんうんうん、今私テレビ今は角にあるんですけど、はい、最初住み始めた時はそれこそ角になかったので、うんうん、コードをこう引っ張ってかなきゃいけないのがなかなか大変で、置く場所って大事だなと思いました。大事だよ、本当大事。でも距離が欲しいので、うんうん、テレビとの。俺忘れもしないけど、おはようクジラってそのテレビの番組を、はい、毎朝全国ネットやってた頃、うん、にもう毎日もういろんなとこ泊まりに行ってんの、はい、で福山のあるホテルに10泊したらスタンプカードがずっと溜まって、うん、で10泊したら次スイートルームですってのがあったの。おー、いいですね。で俺10泊したの、はい、もう何回も出張があるからさ、そこばっかり泊まってて、たら横山さん、あのスイートルームの権利がやられたんで、はい、次泊まられる時スイートですよって言われて、本当ですかとかって、でかいっすよって言われて、で次行ったらさ案内されたの、スイートルーム一人だよ、一人いいな、もう怖いぐらい広いの、何部屋もあるみたいな感じ、何部屋もあるで真っ白 でヨーロッパ調でさ、あの裸の彫刻とかがあったりするの。
部屋に？部屋に。すげえと思ってて。はい。だけどそこ、ベッドからテレビにリモコンの電源がたまんの。遠すぎて。だからチャンネルを、チャンネル変えるとき、近くまで行ってテレビ、うんってやって、またベッド行ってこうやって、チャンネル変えたときまた近くで、うんってしないともう、チャンネルが、これ電気が弱えんだよ、もうと思って。そんなテレビあります？全然ダメだったら。相当離れてますよね。腹立つわ、もうと思って。もういい雰囲気も全部台無しで。ソファーとか間にないんですか？ありますよ。いろいろありますよ。あったけど、あ、そっか。まあ、ベッドからみたいに。そう、ベッドのなんかこう、ゆっくりするところからたまんの。確かに。確かに、それはある、はい。テレビの位置ってやっぱホテルって大事ですよね。大事。なんか、こう、ベッドでこう寝転がって、正面に映るテレビもあれば、うんうんうん、こう、横の壁にテレビの場合があったり、はい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 、ベッドで寝転がってたら見えない場所に。はい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 。結構それ私、うん、泊まる部屋チェックします。はいはいはい。最近は、うん、あとなんか YouTube だの、うん、あの、Amazon プライムだの、はい、自分の ID さえ持っていれば、うん、できま、見れますよ。見れるね。見放題ですよ、うん、なところもあるので、はい、結構こだわり。俺が東京で泊まってるとこは、うん、テレビがある、うん、で、そのテレビが反射して、だから鏡が、姿見があるじゃん。はいはい、自分を見るところ。が、テレビが映ってお風呂からも見られる。ああ、わかる。わかるでしょ。あるでしょ。これすごいって思った。ある時気づくんだよ。あ、これここから見られるようになってると思って。そうそうそう。ただずっとつけっぱなしですよ、ね。そう、ずっとつけっぱなし。まあずっと選びで見る。ずっと。いや見る。ずっとペイチャンネル。まあまあ見るものは自由ですが。ずっともう。部屋だから。もう。で全裸。だからコロナになった時でアニヤさんみたいな感じ。違います。アニヤさんはそんなことされません。で暖房にして部屋の中ぐるぐる回ってたって。お散歩コロナの時のアニヤさん。そんなことしてません。あるよね、でもね、風呂からも完璧に見られるやつ。ありますか、やっぱちゃんと計算して。いや、計算されてる気がするよね。設計されてるんだろうなっていう。感動しました、うん。よくできてるって。ねえ、うん。いやー、エロビデオ見て。なんでそっちに行くんですか。感想が違うだろう。あとね、はい、センちゃんから、うん、35年。ぐらい前の話ですが、はい、新婚旅行から帰ってきて、うん、新居に入りました、はい、すると中国電力に、うん、電気の申請を忘れていて電気がつかなかったのです、はい、ただあの頃は電気がなくても楽しかった思い出があります。なんだこれ、なんだなんだ、エロビデオ見て。もうそっちで話さないで気持ちを。そんなエネルギーがあるなら別のことに向けてください。そうだね、うん、そうです、うんうん、若い時はもう電気なんかなくても明るいんだよ、心がね、心が明るい。燃え上がる、ときめいちゃうから。ときめいてないでしょ。ないですよ、明かりともってないです。漆黒ダークネス。明かりが一切ないんですけど、見当たらないんですけど、どうしようって。お前が笑うとき家で、はい、ブロッコリーができたとき間違いない。本当に嬉しかった。あとは無表情、鉄仮面のような中根が家にいて、時たま笑うのはブロッコリーができたとき。ちゃんと大きくなった。すごい栽培農家みたいな、ね、もうブロッコリーばっかりになってる。いや本当に、だってこんなに長く楽しませてくれるなんてっていう。すごいよね、去年の春からですからね。費用対効果いいよ、1年間楽しめてるんだもんね。じゃあ本当にありがたい、いまだにでき続けてるってすごくないですか。その時だけね、笑うのがね。ベランダには明かりが灯っております。よかったよ、わずかながらでも明かりがあって。よかったです。あとじゃあこちら最後、はいはい、原坊さんです。明かりをつけたままでも寝られるので、うたた寝をすると朝まで部屋の電気をつけたままということもしばしばです、うん、子供の頃カーテンから明かりが漏れているのが見えるらしく、近所の人に遅くまで勉強してるのねと私の出来の悪さを大体分かっているくせに言ってくる人がいて辛かったです。うん、でもあるよね、あの家はずっと電気がついているっていう家、うん、そうですね、俺も自分の部屋で寝るときに、うん、なんかあの
カラ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 ってこう閉じるカーテンみたいなのを、はいね、枕元のところ頭のところにこう、閉じなきゃいけないの、で俺タバコ吸うからさ、なんか窓開けてたりとかすることが多いので、でお寒いとかって思いながらそのヘルシアの、その湯たんぽをさ、仕込んでて、でカラ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 ってカーテンシャッシャッってやって、で頭のところカラ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 っ ってことのブラインドみたいなの、下ろしてさロールカーテンみたいな、でそれ下ろすときに必ずあの家また電気ついてると思うけど多分部屋の電気つけたまま寝てんだろうなと思う。あ、そうですね。多分3時とか4時とか寝るから、あの時間までいつもついてるから俺と同じ生活リズムないはずだからなと思うのね。そうですよね。あと防犯も兼ねてつけたままのお家もありますよね。だって女の子とか一人暮らしと思われないように、家出るとき男物のパンツ干しとけとかって言うもんね。らしいですね。私はやったことないですけど。ああ、まあいないからね。いないし手にすることもないし、ベランダにはブロッコリーがあるし。そうだね。そうですね。だからブロッコリーにパンツをかぶせておくって。すごいアフロヘアの男がいるからなあれって。怖いよ、ラッパーみたいな人がいるからさ。ちょっと怪しい家って思われるかもしれない。今週は、明かりの話でお待ちしています。頼もう、ざっくり道場。世の中の気になる言葉の意味や解釈などを大まかにまとめてみようというお便りコーナーです。毎週お題にまつわる解釈を寄せてもらいます。今週のお題はスポーツです。リスナーの皆さんはスポーツにまつわる言葉の中から一つを選んでください。はい、今あるものをさも新しいもののように言う、もうすでにあるのに自分が見つけたかのように自慢してボケるというのがこのざっくり道場ですけども、今月はお題目がスポーツ、ということになってます。まあオリンピックもね、もういよいよ明日明後日、恋恋式です。開幕なのでスポーツで皆さんにはボケていただこうと思いますけども、では早速いってみましょう。ラジオネームエギザエル。俺ね、あの自慢じゃないんですけど、足は速いし、すごい速いボールなんかも投げられるんですよ。まあ取り入れってほら勉強ができなかったから、もう取り入れって本当もうそういったことしかないんですよ。いや立派です。ただその運動能力のこの半端なさっていうのをね、もっと俺生かしたいんですよ、後に、なのでこれ俺運動すごいでしょ、俺すごいでしょこのスポーツがっていうことで、それだけで大学に行かせてもらえないですかね。それがスポーツ推薦。まあね、簡単に言うとね、でもスポーツだけじゃないところもまあありますよ、そうなんだ、ある程度までは成績もないと。そうなんですよ、それで落とされる。くるくるパーじゃ無理なんだよ。一応ね、学校内の成績とかもね、とか人間性だとかね、面接とかあったりしますから。俺だってさ日向学院高校、だけど、俺その野球推薦で入ってるのね、だけど野球推薦で入るのにも、やっぱ偏差値50までは来てくれないと困るって言われて、そうですよね、で家庭教師中村さんっていうの頼まれて、で中村さんにずっとプラスチックの定規で頭ピンってされて痛い、おでこピンってされながら地味に痛いずっと勉強してて、まあ最終的には分かんなかったから携帯で写真撮ったりとかしてなんとかしたんだけど、ダメじゃないですかそれは。いやでも偏差値50まで来ないとって言われて、まあ大変だったよ、バカだったから。いやいやいや、でもその普通になるって大変なんだと思って。まあね、その努力が大事。そうだね、はい、続きまして、しいたけペンギン。あの小さい子にね、サッカーを教えてるんですけど、サッカーの基本っていうのはね、狙ったところにボールを蹴るってことなんですよ、ただその狙ったところにねボールを蹴るっていうのがね、子供たちにはやっぱ一番シンプルなことだけど一番難しいことみたいなんですよ、でやっぱうまくいかないと子供たちもあサッカー楽しくないわとかって言うんで、ちょっと考えたんですけど、もう最初からそのドリブルをしましょうみたいなことが難しいと思うので、もうボールをねドリブルできないようにしましょう、もうそういう形にしましょう、でも手を使ってもいいです、もうボールを掴んでそのまま走っていいです。でそのまんま前にボールを渡す、後ろにボールを渡していくみたいな、そんなスポーツがあったらいいよね。それがラグビー。そ
そうやってできたわけではない、うん、いやこうやって発祥はこうでしょうよ。サッカーから始まったんですか、うん、狙ったとこに蹴れないっていうところからやっぱえでもちゃんと蹴ってますよ、うん、五郎丸とかね、そう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 、うん、あのポールの間に、ああ艦長のポーズしたりとかして確かにそうだけどお前んとこに行くぞこの艦長とかって言いながら狙いを済ましてってあんだけさ、はい、ラグビーが話題になっていろんな人たちがスターが出たけど一番最初やっぱ五郎丸って出るよねあれにはかなわないよね。そうですね、やっぱファーストインパクトだよね最初はね、はい、そう五郎丸さんはもう引退されましたから、ね、もうなのに五郎丸ってそうですね、他の人パッて言ってもいまいち浮かばないんだよね確かに、はい、あの医学部に行った方とか、ああそうだそうだとか笑わない人とかっていうのは思うけど名前が出てこないんだよ。稲垣さん笑わない人、稲垣吾郎ね、レインもっと強くあ稲垣違い、稲垣純一さん、あごめんなさいっていうツッコミが聞こえてきました。稲垣吾郎はスマップかそうですね、稲垣でボケたけど稲垣のボケ方が違ってたいやあえてなのかと思ってたらリアルミス、ピスタチオが意外と真顔でそれ純一です、そうそれ11ですって言われて、すごい鋭いツッコミが来ました。一切笑わないの、はい、ラグビーの稲垣さんね稲垣純一ね、一切笑わないもうごっちゃになって、もう何か何かあわわわって小室圭、小室哲也、小室仁志みたいな、えどの小室かわからんみたいなあれに近い感じねさあさあ、じゃあこれ最後しましょうか。中央林間、あの子供と一緒にいることが僕多いんですけど、うん、子供ってすごいなと思うんですよ、はい、嬉しいとやったーとかっつって言ってもう体全身を使って喜びを表現するじゃないですか、うん、もうあの喜びの表現とかさ、うん、もうよくそんな飛べるねって感じなの、もうやったーぴょんやったーぴょんとかって、だからあれあんだけ飛べるんだってもっと器具を使って飛べたらいいよね、それがトランポリン喜びを表現する道具じゃないですからね、上上がってやったーとやったーってできなくはないけど結構怖いですからねトランポリンって、おっと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 ってなるよね、倒れ方間違えたらほんと首やっちゃうからあれは怖い、怖いよね、ふざけてたりとかすると舌噛んだりもするしね、そう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 、で自分の膝で顎をかすごい楽しかったのにやいやいやゴンあとその瞬間さっきまでの笑顔が全部消えるって感じで、リアルに言いたい、あれは本当にしばらく跳ね続けますしさあということで、はい、スポーツで横山師範大からも一つお願いします。あーす、あの新しいスポーツっていうのを考えたんですよ、うん、河原にある石を持って、はい、いい相手に投げつけるんですよ、はあ、で当たったら怖いからそれを棒で打ち返すっていうのを考えたんですよ、うん、でそれを今ずっと毎日やり続けてるんですけど、実際にその棒に当たらなかったらその人間に当たるんですよ石が、はあ、危ない危ないですよね、あれをだから牛側で作らないですか、それボールそっちにちょっとずらしちゃったみんな野球で来るんだろ、どっかで方向転換分かりやすく舵をこうグッて変えましたよね面白い方って言いましたということで来週もお題スポーツでメールファックスお待ちしています。ではここで一曲です。明日2月3日は節分です。節分といえば恵方巻き、恵方巻きといえば食べるときに方角が大事ということで、方角が名前に入ったアーティストの曲をお送りしています。雄大な北海道の大地を思わせる1965年のヒット曲です。北島三郎さんで函館の人。はるばる北で函館、お送りしたのは北島三郎さんで函館の人でした。さっくちゃ漬けだよね、台無しだって
で午前様クイズ当選者の発表ですが、その前におさらいをします、はい、今週の会議のテーマは明かりの話でしたが、うん、私が小さい頃から家族みんなが大好きなパン屋さんがありまして、はい、そこにはちょっとおしゃれなムーディーな雰囲気のカフェが併設してありました、うん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 、そこで各テーブルに置いてある明かりにすごく記憶に残っているんですけれども、はいはい、一体なぜその記憶が残っているのでしょうか、うん、というのが問題でした、はい、で正解はろうそくの明かりだったんですけど、うん、小さい頃それをずっと覗き込んでいたがために毎回鼻息で消してしまっていた、うんうん、でそれを翔子がいつも店員さんに頼んで、はい、またつけてもらって、つけてもらっていた、はい、でその流れからだ北島三郎だから鼻の穴がでかいってことで、ほーんで急に悪口なんですよ鼻息といえば北島三郎さんですよね。ではお聞きください。函館と違います、違います、そんな振りではありませんでした。節分ということで方角が入ってましたからね、はいはい、当選者です。今日は午前様様手拭いをラジオネーム山風ファイブさんにプレゼントいたします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。今日はね、あの明日が節分ということでいろんな話で盛り上がっておりましたが、はい、ラジオネームがないんですけど、こちらの方、はい、保育園での鬼の話を聞いていて、うん、25年前の節分を思い出します、はい、長男が3歳の頃預けていた夫の職場の保育園にも鬼はやってきました。園児みんなが泣き叫ぶ写真も残っていて、お迎えに行った時に子供たちはみんな泣き晴らした顔をしていたことを思い出しました、はい、子供たち頑張れ、鬼に立ち向かうんだ。うん、そうだね泣きながら叩くよねそうですね、確かにうえーバシ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 って。でもあれだよね、うん、もう鬼のスケジュール帳とか見てみたら、うん、すごい忙しいんだよきっとそうですね、うん、いろんな教室荒らしに行かなきゃいけないし、大変ですよ、予告の手紙をいろんなところに貼らなきゃいけないしでもこの日のために1年間ずっと広報活動続けてたのすごいチラシ配ったりとかさ意外とお行儀がいい社会人やってる鬼っていういやいや本当楽しかったな、いろんなエピソード聞きたいです ねそうだね、なんかうちの保育園こうだったとか、こんな出来事があったって改めてむちゃくちゃシンプルなことだけど、そうこうやって洗いざらいろんなこと、うんうんうん、調べてみるとへえと思うこととか、いやいろんな工夫されてるんだなって、本当予告の手紙って俺最高好きだなと思って、手形をこうつけるってことは犯人見つかりますよね赤鬼と青鬼から犯人見つかったら青鬼が真っ青になってるってやつではでは明日は節分、また明日さようなら。